江戸川乱歩ペテン師と空気男空白の書籍このお話は時とところに大した関係はない仮に第二次大戦中から後にかけての出来事として書くことにするがもっと別の時代でも一向差し支えはない 登場人物は日本人でないとわかりにくいのでそうしておくが外国人でも構わないのであるつまり「o n c e u p o n a t i m e t h e e w a s u n というわけなのだまずこの物語の主人公の私という男がどういう人物であるかを自己紹介させることにする私は 空気男というあだ名をつけられていた空気男というと透明人間かなんかを連想されるかもしれないがそういうものとはまるで違った凡人中の凡人いや凡人よりももっとダメな男を意味するのである私は青年時代から物忘れの大化であった人間には 忘れるという作用が必要なのだが私のはその必要の10倍くらい物忘れするのである昨日あんなにはっきり話し合ったことを今日はもうケロリと忘れている相手にとってこれほど頼りないことはないある時友達の一人が空気のように頼りない男だと言い出してそれから空気男のあだ名が生まれた 抽象的なことは割によく覚えているが、具体的な数字とか固有名詞とかを忘れてしまう時間のこともはっきりしない昨日の何時に何をやっていたかというような記憶がダメなのである私の記憶には物事が写真のようには焼きつかないでその奥にある何かへんてこな抽象的な 漠然とした形のものが焼きつくのであろう私自身でも空気男というあだ名はなかなかふさわしいと思っているくらいだ喜びも悲しみも恨みも忘れてしまうことが早かったそのために時には防音のとと罵られまた諦めのよい男と褒められることもあった しかし一方ではひどく神経質なところもないではなかったものを書くのに一番大切な記憶力を書いているのだからこの話も書いていくうちに辻褄の合わないことも出てくるだろうがしかし私は具体的事実を記憶からではなく空想で作り上げて つじつまを合わせることは割合得意なのである幾何学的論理をもてあそぶのは好きだし多少自信がないでもないどんなものが書けるかまあやってみることにしよう案外うまくいくかもしれない私はそういう凡人よりもダメな男であるがそのくせ世の中の平凡なことには興味がない 風変わりなもの、異常なことに引きつけられると言っただけでは十分ではないどんな異常な出来事でも実際にあった事件新聞や秘密通信が知らせてくれるような事件には興味がない実際の人殺しには全く興味がないけれども人殺し小説にはそれもできるだけ架空なやつに 大いに引きつけられる写真ではなくて絵空ごとの方が好きなのであるこれを描いているのは昭和三十四年だが描かれる出来事はもっとずっと前のことだ私の三十歳頃つまり第二次大戦の中期からこの話は始まるのだそのころ私は 一人でアパート住まいいをしていた。まだ独身で身内といえば母親一人その母親が田舎で小金を貯めてよろしく暮らしていたので私は母親から小遣いをせびって何もしないでぶらぶらしていることが多かった全然何もしなかったのではない時々先輩に頼んで会社勤めなどやってみるのだが 半年とは続かなかなった新聞記事や写真に興味が持てないように写しよのなりわいに興味が持てなかったからである母親からの送金を楽しみにして勝手に勤めをやめてしまうのだがでは勤めをしないで何をしていたかというとほとんど何もしていなかった安アパートの四畳半の畳の上に寝転がって つまらない講談本などを読みながら灰皿に吸い殻の山を築いていたのである講談本というものは今は影を潜めたようだいくらかあるにしても皆読み物に書き直したようなものばかりで一向面白くないが昔の講談本は講釈師の名人の口調をそのまま写したものでそこにしたもので 言い知れぬ妙味があった。そういうものを貸本屋から探し出してきて読んでいたのである探偵小説や怪奇小説も大好物であった「早川ミステリー」などという便利なもののない時代だったけれども西洋ものも日本ものもいろいろ出ていたのでこれも貸本屋から借り出してきてむさぼり読んだものであるだが いいい。つもアパートに寝ていたわけではないスポーツには一向興味がなかったが映画も見に行ったし寄席へも出かけたまたたまには必要を満たすために今のパンパンよりはもっと旧式なもののところへも出かけたものである酒も嫌いではないがあまり強くはなかったところがある時 私は世にも不思議な男とその妻とに出会ったそしてそれが私の生活を一変させたのであるその時私は国の母親から送金があったばかりで懐が温かかったものだからぶらりと東京駅へ行った私は 映画や寄せの他に駅というものが好きであった群衆の中のロビンソン・クルーソーを決め込むのに最もふさわしい場所だったからであるそれには上野駅がよかった私はあのごちゃごちゃした駅の構内をぐるぐる歩き回ったり3等待合室のベンチに腰掛けて長い時間じっとしたりしていたしかしその時は なぜか上野駅ではなくて東京駅へ行ったのであるそして待合室に腰をかけてみたり乗車口の広いホールをぶらぶらしたりして群衆を眺めているうちになんとなく汽車に乗ってみたくなった私は12等切符売り場へ行ってとりあえず静岡までの2等切符を買った前にも言う通り 懐が暖かだったからだ急行ではなくて普通列車であった私は無論旅の服装はしていなかったふだん着のかすりの着物にかすりの羽織を着ていた町を歩いている人の半分は和服を着ていたものだ各駅停車のゴトゴト列車だから二等車もそんなに混んではいなかった ところどころろどど空席があるほどだった。「私が窓際にかけた席には向こう側にも2人私の側にも2人いっぱいに腰掛けていた私の隣は四十ぐらいの奥さんらしい人向こう側の窓際には濃い髪をきれいに分けてちょびひげと小さなあごひげのあるお長な,な色白の紳士が 悠然と腰掛けていた。黒いネクタイ黒背広黒い靴下黒靴という地味なしかし気取った服装であった年頃は私より五つ六つ上に見えたその隣には会社の幹部社員といった感じの五十年配の洋服の人が新聞を広げていた私は 横浜駅で早くも駅弁とお茶を買った私は駅弁が大好物なのであるあの折詰め囲いのご飯に固い煮魚卵焼きかまぼこ牛肉れんこん奈良漬けなどの普通の人には少しもうまくない駅弁が大好きなのだだから汽車に乗ると自分どきでなくても 何度でも駅弁を買って食べる癖がある駅弁が食べたいために汽車に乗るのだと言ってもよいほどであるそれもうな丼や鯛めしや洋食弁当ではなくてあの折り詰め弁当に限るのだ弁当をゆっくり食べ終わって折りの底に残っている飯粒を一つ一つ拾うようにして口に入れてから。 空になった折り箱を包み紙でくるんで座席の下へ放り込むとさて顔を上げて車内の風景を見渡すのであったがふと隣席の奥さんの目が私の前の黒ずくめの紳士の膝の辺に釘付けになっているのに気がついた紳士の膝の上になんだか途方もないことが起こっていたのである 紳士は膝の上に一冊の本を広げてうつむいて読んでいるのだがその本のページには活字が印刷されていなかった開いたページが両方とも全く空白なのである隣の奥さんもそれを怪しんであんなに見つめていたことが分かった 私の目だけがどうかしていいたのではない私がそれに気づいたことを知って奥さんが私を見た目と目がぶつかったおかしいですわねという目であったしかし2人ともぶしつけに笑うことはしなかったこちらの目が間違っているのかもしれないという気持ちが多分にあったからだ もしかしたらこの本は特別の白っぽい陰気で印刷してあるのではないかそれともひどく小さな活字で印刷してあるのではないかと目を凝らしたが全く何も見えないただの白紙としか感じられない黒ずくめの紳士は夢中になって空白の本に読み入っていた 何か面白いことが書いてあるらしくニヤニヤ笑いながらページをめくったがその次の2ページにも活字は印刷してなかった全くの白紙なのであるその時黒服紳士の隣の幹部社員らしい五十男がずっと読み続けていた新聞を座席の後ろに押し込んでタバコに火をつけたが 私と奥さんの視線に気がついたらしく、この男も黒服紳士の膝に目をやってびっくりしたような顔をしたそして何か言いたそうにして隣の黒服紳士の横顔をしげしげと眺めたが別に何も言わなかったこの幹部社員は詮索癖のない人らしくそのまま体の向きを変えて 座席の横にあっった週刊雑誌を取って読み始めたしばらくすると黒福紳士は読書の姿勢を変えるために片手で本を目の高さに持ち上げたので青黒いクロース表紙の背中がこちらから見えるようになったそこには「でクインシー殺人芸術論」 金文字で印刷してあったアヘンン文学者のあの有名な芸術としての殺人は以前に谷崎潤一郎が雑誌に翻訳連載したことを覚えていたが本になったのは知らなかった今私の目の前にある本の背中には役者の名が印刷していないおそらく谷崎の役ではなく 別にこんな本が近頃出版されたのであろうだが何しろ空気男の私のことだからあまり威張ったことは言えないこの殺人芸術論は案外世間によく知られている役本なのかもしれないそれにしてもこの本のページが空白なのはどうしたことかそれをこの男はさも楽しそうに 目で次々と行を追って読みふけっているのはどうしたことか一見空白のようだがある色の眼鏡をかけるとはっきり字が見えるという珍しい本が発明でもされたのではないかとふと考えたがこの紳士はメガネをかけてい,ない,のだいかにも鼻眼鏡でもかけていそうな感じなのだがよく見ると 眼鏡はかけていないことがわかった金の壺紳士は相変わらず空白の本に読みふけっていた時々ページをくる音が映画の中の紙の音のように耳だって聞こえる私は網棚の上のものを取るふりをして立ち上がり こちらに背を向けている本のページを覗いてみたがそのページはやっぱり空白であった一字の活字も印刷されていなかった私は夢を見ているのではないかと疑った夢ででもなければこんな不思議なことは起こりっこないからである私は昼間起きている時でも 半反省半の状態になることがあるこれも空気男の属性の一つなのだがそれが乗り物の中では最も起こりやすいのであるいつか上野駅から仙台の方へ汽車に乗っていた時のことだ雑誌を読んでいてふと目を上げると私の真ん前にびっくりするような美人がもうずっと前からのように腰掛けていた。 私は彼女がいつの間にそこへ入ってきたのか全く気づかなかった彼女を一目見た時私は体がしびれるように感じたほど恐ろしく美しい女であったその女の顔だけがスポットライトを当てたように辺りのたくさんの顔から際立って浮き出して見えた私は見ないふりをして その女の顔を長い間見ていたがまた雑誌に目を戻してしばらくして顔を上げると女はかき消すようにいなくなっていた出て行ったのを少しも気づかなかったのであるトイレへでも行ったのかと駅を一つ過ぎるまで心待ちにしていたが私の前はそのまま空席になっていた 席が変わっったたののかもしれないと思ったので、私は用もないのに立っていってその箱はもちろん前後の2つの箱を歩いてみたが女はどこにもいなかった今の女は私の癖のハクチウムだったとしか考えられなかったそんな連想をしながら私の前の紳士を観察しているとまた妙なことに気がついた 最初ちらっと見た時この紳士は眼鏡をかけているように感じたしかしよく見るとメガネはなかったなぜそんな感じを受けたかというと鼻眼鏡についている黒いひものようなものが紳士の耳から頬に垂れていたからである私は空白の本の方に気を取られてつい忘れていたのだがよく見るとそれは 実に不思議な黒ひもであったそれは黒い絹の平べったいひもで一方の端を輪にして耳に引っ掛けそれをずっと下に垂らしてもう一方の端を口にくわえているのだ思い出してみるとずっと前から口にくわえたまま一度も離さなかったようだひもの先に何かくっついていて それをしゃぶっているのだろうかいやそうではなさそうだ口の中のどこかにしっかりわえつけてあるという感じがするこのひもの謎は空白の本と同じくらい不思議だった一体何のために黒い絹ひもが耳から口につながっているのであろうそれから長い時間がたった 隣の奥さんと筋向こうの幹部社員らしい男とは神津駅で降りていってあとは空席のまま残っていた私と黒服紳士とは2人だけの差し向かいになった紳士は依然として黒い絹ひもの端をくわえたままでいるもう本は読んでいなかったさっき本を閉じて、 脇に置いたかばんの中へ入れるのを私は見ていたしばらくすると紳士はポケットから紙の袋を取り出した中には10個ほどのきんかんの実が入っていた彼はそれを1つつまんでポイと口の中へ放り込み皮のままかみ始めたがそうしてものを食べる時にも黒い絹ひもは 決して口から話さないのである私は好奇心でうずうずしてきた空気男だけれども人一,一倍好奇心が強いことは前に書いた私は2人だけの差し向かいになったのを幸いに真摯に声をかける決心をした「甚だ失礼ですが」と唐突に話しかけてみた 紳士は静かに私の顔を見て後を促すように黙っていた小さなあごひげがいかにもスマートで中年の洒落者という感じが一層強まってきたその黒い紐を口にくわえていらっしゃるのはどういうわけですか汽車に乗った時から一度も話さないでくわえていらっしゃるしものを食べるときもくわえたままなのはなぜでしょうか私は、 それが不思議で仕方がないのです変なことをお尋ねする失礼はどうかお許しくださいすると紳士はちょっと辺りを見回すようにして私だけに聞こえるぐらいの声で答えたああこれですかご不審はごもっともですしかし何でもないのですよただちょっと実験をしているだけでしてね そう言っってにやりと笑った。メフィストのような一種異様の笑いであった実験と言いますと実は私は準真道大学に勤めている医者でしてねそこの6人の仲間と柑橘類の胃液に及ぼす作用の実験を始めたのですよ。 六人が一つずつ別の果物を引き受けましてね。私は金柑の受け持ちというわけです。私はこの一週間、金柑のほかには何も食べていないのですよ。ところでこの黒い紐ですがね、この紐は私の胃袋まで入っているのです。紐の先にはごく小さな金の壺がくくりつけてあって。 4時間ごとにそれを引き出してつぼにたまった胃液をこの瓶の中へ開けるのですよ紳士は上着の内ポケットから大事そうに平べったい茶色の薬瓶を取り出してみせたその中には3分の1ほどドロッと泡立った液がたまっているのが見えた紳士はそれを内ポケットに戻しながらこれを。 大学の科学実験室へ持って行って調べた上、記録を取るのですがね。私はポカンと口を開けて、この不思議な話を聞いていた。可愛らしい。金の壺というものに何とも言えない魅力を感じた。その魅力をかみしめるようにしばらく黙っていたが。やがて、もう1つの疑問も確かめてみることにした。 もう一つお尋ねすることをお許し願いますかええどうぞあごひげの医学者はにこやかに答えたさっきデクインシーの「殺人芸術論」を読んでいらっしゃいましたね私もあれは前に読んだことがあるのですが本になっていることは知りませんでしたちょっと拝見願えませんでしょうかいいですともさあ どうかご覧ください医学者はそう言って脇の書類かばんからあの本を取り出して私に手渡したパラパラとページを送ってみるとあっと驚いたことにはどのページにも「八チポ活字」が印刷してあった空白のページなど一つもなかった内容も確かに 芸術としての殺人であった奥付けを見るとその年の出版で役者も出版社も私の知らない名前であった谷崎役ではなかったどうもありがとうこれは面白い論文ですね殺人のエチケット論というものですねオピアムイーターの方はいかがですかご職業柄あれにも興味をお持ちだと思いますが。 ええ、愛読しました両方とも面白いですねあなたもこういうものに興味をお持ちですか大好物ですよ他の例で言えば「泥棒上がりの名探偵ビドックの自伝」だとかもっと学問臭いものではロバート・バートンの憂鬱の解剖学だとかああバートンといえば リチャード・バートンの方の千日夜の付録論文も面白いですねおーおおあなたはそういうものがお好きなのですか医学者は「おーおお」と外国人みたいな発音をしてさも我が意を得たと言わぬばかりに顔をほころばせたそれにしてもおかしいですねさっきあなたがこの本を読んでいらっしゃるのを見たら どのページも真っ白で、何も印刷してないように見えましたが。ええ、そうでしたか。そりゃあおかしいな。あなた、は目の病気はありませんか。一度眼科の人に見ておもらいになる方がいいかもしれませんよ。それを聞くと、私は例の半水半水の白中部のことを思い出して、少し怖くなってきた。 そこで「実はこういうことがあるのですが」とその実例をいろいろと挙げて「こういうのは目の病気なのでしょうか?」と尋ねると医学者は眉をしかめて答えた「専門外だからよくわかりませんがひょっとしたら神経症かもしれませんね。いずれにしても一度まず眼科の方で調べてもらう方がいいのじゃありませんか?」 そんな話をしているうちに記者は沼津駅に入ったそれと知ると医学者は慌てたように殺人芸術論をカバンにしまって街灯を小脇にそそくさと立ち上がった私はは、ここでで降りりななければまません。では失礼します。そう言い残して急いでデッキの方へ歩いていった ジョーカー私は狐につままれたような気持ちでポカンとしていたがとっさに妙な冒険心が湧き上がってきたあの黒服の医学者にこのまま別れたくないと思った彼のメフィストジミタ風貌や行為が私の心を引きつけてしまったのだ 東京駅から何となく乗り込んだ行く先定めぬ旅だからどこで降りても構わないいっそここで降りてあの不思議な魅力を持つ紳士の跡をつけてやろうと思った一つの冒険であるそれが私の心をそそった窓からのぞいてみると黒服のメフィストは黒いアイガイトを着て書類カバンを小脇に抱えて プラットフォームを改札口のの方へ歩いていくのが見える。私はすぐに車室を出てそのあとを追ったもう夕方で辺りが薄暗くなっていたけれど尾行の経験を持たぬ私には相手に悟られぬように後をつけるのは相当難しい仕事だったメフィストは車にも乗らないで駅前の広場から一本の広い町へ入っていった。 歩くところを見ると宿はそんなに遠くはないらしい相手が街角を曲がったので私も足を速めたそしてひょいと街角から顔を出すとそこにメフィストがニヤニヤ笑って立っていたあなたは尾行がうまくないさっきからちゃんと知っていたのですよどうです私の宿はついそこです 一緒に行きませんか私もニヤニヤ笑うほかはなかったええもっとあなたと話したかったものですから分かってますよさあお一緒しましょうそして私たちは黒服紳士の行きつけらしいその中級の旅館に泊まることになった刻意のメフィストは医学者でも何でもなかった 私と同じような、しかし私よりはずっと裕福な勇敢人種に過ぎなかった名前は伊藤連太郎と名乗ったそして驚いたことには彼のちょびひげと小さなあごひげは実は変装用の精巧なつけひげであることが分かった彼は浴衣に着替えて風呂に入る前にニヤニヤ笑って私の顔を見ながら その2つの付けひげをむしり取ってみせたすると彼の顔がまるで別人のように変わってしまったもうさっきの黒い絹ひももくわえてはいなかった風呂から上がると私たちは茶ぶ台を挟んで酒を酌み交わした野間さんあなたはプラクティカルジョークということをご存じでしょう私は、 プラクティカルジョーカーをもって辞任しているのですよ。ノマというのは、私の名である、ノマゴロウというのだ。メフィストは、この時初めて、プラクティカルジョーカーの正体を表したのである。冗談のいたずらという意味ですね。まあそうです。しかし、プラクティカルジョークというものは、劣気とした芸術ですよ。 僕はいささかその方面の研究をしているものです西洋には有名なジョーカーの伝記がいろいろ出てますよ日本でも竜亭李錠の発祥人や売亭金河の七変人などが大がかりなプラクティカルジョークを題材にしているしかしあのジョークは大がかりな割に相違は乏しいですね 膝くにげの10編者一句は小説でもジョークを書いたが彼自身が大ジョーカーでしたね必ず自分を仮装にしろと遺言して自分の体に花火を仕掛けておいてみんなを驚かせたところでこれと同じことをやったアメリカ人がいるんだから面白いですねスカイラークという町のチャールズ・ポーターという金持ちですかね やっぱり遺言をした自分が死んだら庭のたき火をして寝室の戸棚にしまってある秘密と書いた箱を出してうのままたき火に入れて燃やしてくれというのですこのポーター氏には3人の息子がありましてねそれぞれ財産を譲られたので親父の遺言は無にすることができないその箱の中には何か 親父の生涯の秘密が隠されているのだろうと封を開かないで庭の焚き火の中へ入れて燃え尽きるのを待ったのです。その三人の息子と弁護士とが立ち合っていたのですね。すると箱の中へ火が通ったかと思うと恐ろしい爆音が鳴り響いていろいろな形の 美しい花火が一斉に炸裂したというのですよジョーカーの心理というものは西も東も変わらないものですねするとあなたのさっきの金の壺の話もジョークだったのですねただ黒い絹のをくわえていらっしゃっただけですねそうですよちょっと気の利いたジョークでしょうししかし白状すると、 あれは私の発明じゃない。ずっと前にジム・モーランというアメリカの哲学者が実際にやって成功したジョークですモーランは旅客飛行機に乗ってあれをやっていたのですその飛行機に大勢の大学のフットボールチームが乗り合わせていた大学生たちは無論あの黒い紐に気づいてひそひそと話し合っていましたが そのうちにくじ引きをしてくじに当たった学生がモーラン氏のところへ来て質問したその答えはさっき私がしたのと同じだったのですもっとも大学の名はジョンズ・ホップキンズでしたがね学生たちはさっきのあなたのように驚きました彼らは各地方から集まっている学生なのでそれぞれの郷里へ帰って この奇妙な話を広めてくれるかと思うと実に愉快だったとモーラン氏は言っているのですそこにジョーカーの人知れぬ楽しみがあるわけですね私はあの金の壺のジョークをパーティーだとか記者の中などでたびたびやってみましたしかしじろじろ見るばかりで誰も訪ねてくれないのですたまに訪ねてくれる人があっても 今日のあなたみたいに強い反応は起こさないのですあなたもやっぱりジョーカーの性質をお持ちになっているのですよあなたは手品がお好きでしょうええ手品も好物の一つですほらご覧なさい手品と詰将棋と探偵小説ねそうでしょう そのとおりですあなたもですかええ僕もですよ酒の酔いも手伝って私たちはすっかり打ち解けてしまった私はこの男となら友達になれるおそらく親友になれるだろうと思った先方でも同じように感じているらしいところで さっきの殺人芸術論ですがねあれも手品だったのですか無論ですよ「金の壺」の演技の前奏曲ってわけですよもうお分かりでしょうがカバンの中に同じ本が2冊用意してあるのです伊藤蓮太郎は床の間に置いてあった書類カバンを引き寄せて全く同じ想定の 2冊の殺人芸術論を取り出してみせた1冊は普通に印刷された本1冊は全ページ空白の本である僕はこの本屋の親父と友達なのですよ本屋は本を印刷する前に想定見本というものを作るのですそれには印刷するのと同じ紙を同じページ数だけ閉じて 本物の表紙をつけて出来具合を見るのですねこの空白の方はその想定見本として作ったものでそれを僕がもらい受けたのですよわざわざ作らせたのじゃありません不要になったのをもらっただけです種明かしをすれば何でもないことだがしかし何も印刷していないページをさも面白そうに読んでいるというのはちょっとしたジョークでしょう あの時はあの席にいたほかの2人も驚いていましたからねしかしあの人たちは普通人種ですから君ほどの好奇心を持たなかったようですがねその晩私たちは布団を並べて午前2時ごろまで寝物語をしたそれほど気が合ってしまったのであるいちいちは覚えていないがジョークに関連して 色々な話が出たジョークと滑稽文学探偵小説手品詰将棋などの関係を一つ一つ実例を持ち出して再現もなく語り合った伊藤は落語の通でもあった落語にもジョークがたくさんあるといって仇討ちや嘘つき村嘘つき彌次郎月馬 花見の仇討ち宿屋の仇討ち坪さんなどの実例を挙げた私は空気男のことだから固有名詞をこんなに空で書けるわけがない無論座右のその方面の本を地引きのように参照しながら書いているものとご想像ください前の滑稽小説家の名や作品や 伊藤の喋った固有名詞などもそれぞれ本やノートを参照しているのです空気男は文章を一つ書くのにも人にわからない苦労をするわけですそれは実に興味津々たる一夜であった私はその夜プラクティカルジョークの真の面白さに改眼し自分も伊藤のような 優れたジョーカーになりたいものだと発信したのである電源の憂鬱沼津に一泊して翌日伊藤が用事を済ませるのを待って私たちは連れ立って東京に帰ったがそれからの二人はまるで恋人のように激しく行き来をする間柄となった私は 伊藤の妙案と妙とに浸水していたジョーカーというものはプランだけでなく演技が巧みでなくてはうまい効果は得られない彼は変装術まで心得た盟友であったそれに弁舌がまた恐ろしく巧みだった私は彼のジョークやそれに関連した話を聞いているといつも時の経つのを忘れたものである。 私は黒い服装のよく似合う痩せ型のメフィスト的講談師の彼に超人シャーロック・ホームズの面影をしのんでさえいた伊藤は美しい彩君と女中の3人で青山高木町のこぢんまりしたしかしなかなか高級な西洋館に住んでいた趣のある古い木造洋館だった 室内の飾りも伊藤らしく古風でメフィスト風に洒落たものであったその頃の流行りで客間にピアノが置いてあって彼も美しい細君も巧みにそれを弾いた私は音楽のことは何も知らないので批評はできないけれども相当難しいクラシックも弾きこなせるようであった伊藤は職業というものを持たなかった 心安くなってから一体何で食っているのだと聞いてみたことがあるが少し親譲りの財産があるのでねと答えたばかりで詳しいことは話さなかったいわば私と同じような遊び人であった私なんかとは比べものにならないほど金持ちらしかったがこの遊び人という共通点が2人の交友を急速度にこまやかにしていった。 伊藤のイ君は都という27歳の美しい人で子供はなかった私が伊藤の交友に惹かれた一般の理由はこの都の存在にあった伊藤家を訪問する主たる理由は無論優れたジョーカーとしての彼の話を聞くことにあったのだがその彼にこういう美しい細君があるという点が 伊藤家の魅力を倍加していたことは争えない宮子の美貌は前に書いた汽車の中の幻の女とどこか似通ったところがあったいやそっくりと言っても良いほどだった一重まぶたの切れ長の美しい瞳目と目の間が人並みよりは広くて格好のいい鼻の頭ややや上向き加減で 上唇がひどく短くてかわいらしかった肌は小麦色にスベスベしていたみや子の性格は私には申し分のないものであった利口で人触りがやわらかでそのくせはすっぱなところもあった彼女の美貌にも性格にも謎があった私がほれていたせいだろうと思う 惚れると女はいつも謎になるものだそういうわけで私は実にしばしば伊藤家を訪問したものだが伊藤の方でも時々私のみすぼらしいアパートを訪ねてくれた私のアパートは六本木にあったのでお互いに都電かバスにちょっと乗れば往来できたわけであるところで初対面から1年ぐらいの間に 伊藤の影響によって私がだんだんプラクティカルジョークの面白さに深入りしていった次第を語らなければならないのだがそれには屋内のものと屋外のものとに分けて書くのが最も便宜なように思われる空気男の私のことだから一つ一つ正確な記憶があるわけではない当時のノートを取り出して 時とところを一つにまとめる劇作の手法をとって、面白そうな実例だけを読者にお伝えすることにしたいと思う。そこでまず、屋外の方の実例をまとめてみると、こんな風になるのである。ある日、季節は春だったか秋だったか。ともかく、ひどく暑い日でも寒い日でもなかったと考えていただきたい。 伊藤と私とは肩を並べて青山編のある町を歩いていたその日は2人とも洋服を着ていた伊藤は例の黒服ではなくて柄物の背広を私も質は劣るけれども同じような島の背広を着ていた両側にはいろいろな商店が雑然と並んでいた大きな店小さな店 洋風の店和風の店がでこぼこな高さで軒を並べていた伊藤はひょこひょこと彼独特の気取った歩き方で歩いていたがふと立ち止まって片側の店屋を指さした「この金物屋に入ってちょっとジョークをやってみよう」「別に説明はしないが君にもすぐ意味がわかるよ」「調子を合わせてくれたまえ」 そう言って彼はつかつかとその金物店へ入っていった店には二十歳前後の店員が通路に立って商品にはたきをかけていた佐藤春夫の電源の憂鬱をください。伊藤が途方もないことを言ったので店員は目を丸くしたがやがてニヤニヤ笑って本屋さんでしたら。 5件先にやります。うちは金物屋ですよ。と答えた。しかし、伊藤は平然としてなおも続ける。いや、革拍子の方でもクロース拍子の方でもどちらでもいいんだよ。そんなことおっしゃったって、手前どもは本屋ではありません。いや、包み紙なんてどうだっていい？ アトロン紙に包んんでくれ,ればいいんだ。もしもしここは本屋じゃありませんご覧のとおり金物屋なんです店員は伊藤が耳が聞こえないとでも思ったらしく彼の耳のそばへ口を持ってきて大きな声で叫んだいやそれは分かっている製本なんか多少狂っていても差し支えないよ 扉さえちゃんとついていて楽ちょうがなければね僕はそういうことにはあまり神経質じゃないもしもしあなた間違いがおわかりになりませんかここは店がちがいますよ店員はがまんできないというふうにわめいたいやいいんだよそんなに急がなくったっていいんだよゆっくりさがして包んでくれたまえ 店員は奥へ駆け込んでいった。そして！主人を引っ張ってきた。50年配の主人は食事でもしていたのか、口をもぐもぐやりながら出てきたが。伊東の服装を見ると丁寧に尋ねた。えい、何がお入り用でございましょうか？すると伊藤はまた平然として言った。 さっきから口を酸っぱくして言っているとおり果物用の小さいフォークがハンダース欲しいんだが一番上等のがいい主人は急いでその棚を物色して小さな箱入りのフォークを持ってきたこれではいかがでございましょう手前どもでは最上の品でございますが伊藤はちょっとその箱の蓋を開いてみた うん、結構これをもらうよいくらだねそして箱を包ませ金を払って口をポカンと開けてあっけにとられている店員を尻目に悠然とその店を出たのである私は伊藤について歩きながらどんでん返しのある探偵小説でも読んだあとのように愉快でたまらなかった伊藤の演技に しっかり感心してしてまった。青写真。私たちは話をしながらブラブラと歩き続けた「君お寺の鐘が十三時を打って近所の人を驚かせた話を知っているかい昔の時の鐘じゃない今の。 1>, 1時から12時までお知らせる金だがね知らないこれも外国の例だけれど実にウィットがあるんだよその寺の近所のやつがね鉄砲でね本当の金が12点打った後で金を的にしてタイムを合わせてポーンと一発やるんだよそうすると13点金になる 何の利益もない大した害もないしかし近所の人は不思議に思わねえただ人を驚かせてみたいジョークなんだよ彼の話はいつもこんな風に楽しいものばかりであった僕はねここに建築設計図の青写真を持っている昨日友達のところで不要なのをもらってきたんだよ それから巻尺を用意している。こいつを使って一つジョークをやってみようかへえどんなジョークなのまあ見ていたまえ君にもすぐ画展がいくよだがさっきみたいにだんまりでなくてもっと手伝ってくれなくちゃ困るね君も適当に口を聞くんだなだってトリックが分からなけりゃ口の聞きようがない。 いや、すぐわかるよ君ももう相当のジョーカーになっているんだから町の片隅に赤と青のだんだらの雨ん坊が立っていて1軒の床屋があった客は仕事椅子にいっぱいだったが待っている人はないように見えたこ伊藤は例の気取った歩き方でつかつかとその店へ入っていった たもそれに続いた伊藤は青写真と薪酌を手にしながら店主や職人を全く無視してしゃべり始めた「君これを持って向こうの壁につけてくれたまえ」と言って薪酌の一端を私に渡したので私はそれを引っ張って向こうの壁まで歩いていきその端を壁にくっつけてじっとしていたああ。 ちゃんと青写真合っている。その真ん中へがれきで隔壁を作るんだ厚さは25センチと指定してあるところでレンガのトラックはまだ来ないのかな一時という約束だがと腕時計を見てもうその横丁の辺まで来ているかもしれないねえ君レンガを入れるのにはこの表側の大ガラスを外さなくちゃならばいいね 私も調子をを合わせて口を挟んだ。2人が人も投げに大声で喋っているので職人も客も皆変な顔をして我々を見ていたが隅の方で客の顔を渡っていたこの店の主人らしいのがカミソリを手にしたまま目を三角にしてこちらへやってきた伊藤は構わずしゃべり続けるこの青写真で見るとレンガ壁のそちら側は。 婦人用のトトイレットになるんだがね。床屋の主人はたまりかねて口を出したあなた方一体何です断りもなしに入ってきていやちょっと邪魔だからどいてくださいなんだってどいていろだって私はこの家の持ち主ですぜそれを一体あんた方どうしようって言うんですいや僕はね ただこの青写真を引き合わせているんだよ。この店を改築するんでね。それを測量しているんだよ。え、改築一体どう改築しようってんです。そりゃ僕にはわからないよ。僕は会社に雇われている技師に過ぎないからね。会社の出した青写真の通りにやるばかりだよ。で、君。と、私の方を向いて。 手洗いを取り付けるのはその辺になるね。うん、もう少しこっちだ。お前さん方、一体誰に断ってそんなことをやるんだね。私の承諾書でもあれば見せてもらいたいもんだね。承諾書だとか契約書のことは僕は知りませんよ。ただ会社の命令で働いているんですからね。君、と私に呼びかけて、 横丁へレンガのトラックがついたかどうか見てこよう僕たちも手伝ってやる方がいいからねいずれにしてもこの表側のガラスは取っ払わなくちゃそう言って薪尺を巻き戻すと私を促して表に出た少し薬が効きすぎたかもしれないさあ早く行こうそして私たち二人はスタスタと逃げるように 床屋の前を離れたのである喧嘩バスしばらくの間黙って歩いていたがふと気がつくと伊藤がいたずらっ子のようにクスクス笑っていたさっきのジョークを反すうしているのかと思ったがそうではなかった君今日はさい先がいいからね。 今度は一つ二人で演技をやろうじゃないかと言いだしたどういう演技またどっかの店へ飛び込むのかいいやそうじゃない今度はちょっと大がかりなんだそしてどうしても二人でなければやれないジョークなんだそれはねバスの中でやるんだよ今度も僕は何も知らないで君の助演をするのかい そいいつははかしだだろうな。今度は君が主役だからね。ちょっと打ち合わせておかなくっちゃそして伊藤はその計画を詳しく私に話して聞かせたが今度のジョークは甚ははだ手洗いやつでしかしなかなか舞台効果があるように思われた私にその主役をやれというのだがそんなお芝居ができるかどうか心もたなく思ったけれど まあやってみることにしたそこで二人は別れ別れになって近くのバスの停留所へ歩いていったそしてやって来た1台のバスに乗り込んだバスの中は空いていたので2人は斜めに向かい合って腰掛けることができた停留所ごとに客が降りたり乗ったりしたが3停留所ぐらい過ぎるとちょうど頃合いの混み方になってきた 時間,が時間なので半分は婦人客であった男も老人が多かった席はいっぱいになり34人あちこちにつり革を持って立っていた心はよしと思ったのか伊藤は向かい合って腰掛けている私の顔をじっと見つめ始めた私は笑いそうになるのを我慢してギュッと唇を曲げてふてぶてしい顔を作っていた 私はひどく怒りっぽい。男に見せかけないと具合が悪いのだ。もう怒ってもいい頃だと思ったので、私はやり始めた君、なぜそんなに僕を見つめているのですか？僕の顔に何かついているのかね。すると伊藤はすかさず切り返してきた。見つめてなんかいないよ。見つめるんだったらもっとましな。顔にすな。 二人とも服装はちゃんとしているのでこのよたもんみたいな口の聞き方に乗客たちはびっくりしたようであった車内全部の視線が私たちに集まった何だとやいもう一度言ってみろ私は激怒した顔つきになって席から立ち上がっていた何度でも言ってやる俺はそんな汚い顔見つめた覚えはないよ うん、私は顔を真っ赤にしてというのは実はこの囚人監視の中のお芝居に赤面していたのだがよそめには真っ赤になって怒っているように見えたことであろうそしていきなり相手につかみかかっていった伊藤も負けてはいなかったすぐに立ち上がって応戦の姿勢をとった取っ組み合いが始まった 近くの婦人客たちは恐れをなして車の全部と後部へ難を避けた女車掌はポカンとして見ているばかりでどうすることもできない2人の男が私たちのそばへ駆け寄って引き分けようとしたバスの中で喧嘩を始めちゃ困りますよ近所迷惑だやるなら降りてからやってください会社員風の分別顔をした男が 自分もっったた。になって怒鳴りつけたよしそれじゃあバスを止めてくれおい君まさか逃げやしめえな君も降りるんだ肩をつけよう私は伊藤の手を引っ張ってバスの降り口の方へ歩いていったこの俺に今のような口をきけるやつは幼なじみのレンちゃんだけだよあいつなら俺は怒りゃしないレンちゃんには 久しく会わないがね私はなるべく不自然に聞こえないようにこのセリフを言ったここが一番難しいところだった僕も子供の頃レンちゃんと呼ばれていたよ僕の名は伊藤レン太郎だからねえ<っ>と私はびっくりしてみせた君はレンちゃんだったのか 伊藤連太郎くんだったのか。なんだそんならそうと早く言ってくれればいいのに僕は君を駅へ迎えに行ったんだぜわからないかね僕は野間五郎だよおお五郎だ五郎ちゃんだ君も変わったなあれからもう んにななるもんなあ伊藤君も懐かしそうに叫んで私に抱きついてきた私たちはあっけに取られた人々の前でロシア人のようにお互いに抱き合って接吻せんばかりであった次の停留所で私たちはバスを降りたそして人々の目を意識しながら肩をくっつけ合い腕を組んで 人通りの多いいを歩いて行った。どうだいうまくいったねあのバスに乗っていた20人ぐらいの男と女が今の事件を生涯語り草にするだろうよそれにしても君も芝居がうまくなったあの調子ならこれから2人でいろんな趣向が立てられるぜ伊藤は私の肩をポンと叩いて 今の演技力を褒めてくれた重役と婦人会長次には伊藤の家とその付近でのジョーク実演についてやはり演劇の手法で時とところを一つにまとめて書いてみることにするある晩のこと伊藤から自宅で小さいパーティーを開いて 面白いものを見せるという正体を受けた私は少し早めにまだ日のあるうちから出かけていった伊藤は私と知り合いになる前から同行者を集めてプラクティカルジョーカーのクラブみたいなものを作っていたメンバーは伊藤夫妻と私を加えて8人であったしかし伊藤と私の他の会員はかい 皆職業を持っていて十分の余暇がなかったので実際にジョークをやって歩くのは主に伊藤と私だけで他の連中は私たちのジョーク実演の話を聞いたり自分たちの妙案を発表したりするだけでいわば話仲間に過ぎなかった伊藤はそのうちみんなで発祥人のような大がかりなジョークをやってみようじゃないかと言っていたが それが実現しないうちにあの事件が起こってしまったそしてこのクラブもついうやむやのうちに解散することになった伊藤の家はバスを降りて五六町のところにあった五六町の間は大きな屋敷ばかりの寂しい町なのだがその夕方はまるで人通りがなく あたりはしんとまりは静とま返っていた高いコンクリート塀に挟まれた街をテクテク歩いていくとふと向こうに変なものが見えた一人の中年の紳士が妙な格好でマゴマゴしているのだでっぷり太った重役タイプの立派な洋服紳士だったがその紳士が手に長く伸ばした薪酌を持って 何かモジモジしながら塀の角の方へ近づいていくのである紳士は外出用の服装で藤のステッキを持ちまだ新調したばかりらしいソフト帽をかぶっていたその身なりで巻き尺を持ってうろうろしているのは実におかしいのであるコンクリート塀の角から少し離れた地面に赤と白のだんだら染めの測量棒が立ててある。 薪尺はその外側を回って曲がり角の向こうへ折れているそちらの端も誰かが持っているらしいのだが薪尺はだらんと垂れていてそっちの端を持っている人もそろそろとこちらへ近づいてくるらしいなんとなくおかしな様子なので私は遠くに立ち止まってそれを見ていた紳士は もうほとんど曲がり角まがが、りでたしていたがすると向こう側から目の覚めるようなきれいなものが現れてきたそれは40歳前後の厚化粧の夫人であったどこかの奥さんであろう外出用の清掃をしている派手な花模様のある訪問着に帯も丸帯をでんと閉めている手には 流行型の大きなハンドバッグ。その清掃婦人が薪雀の一方の端を持って何かコア後はこちらを覗く格好で現れたのだからいよいよ事態は異様である紳士の方もおずおずと塀の角から覗く夫人の方もおっかなびっくりで角から覗くそこで2人は顔を合わせたのだが2人とも なんとも言えないえすっぱいような苦っぽいようなへんてこな表情を浮かべた2人が知り合いでないことは一見してわかるますます異様である私はこれは一体何事なのかと好奇心を燃やしながら見つめていた紳士の方が巻き尺のケースを持っているのだが巻き戻そうともしないので メモリをしたテープが道路にとぐろを巻いている。そして、そのテープの両端を持った紳士と婦人とが困惑したような顔を見合わせているのだ。私をいつまでもこんなところに立たせておくなんてけしからんじゃありませんか？今の男は一体どこへ行ったのです。紳士は真っ赤な顔をして詰め寄っている。 私こそ迷惑ですわ。あなたどこの方か知りませんがさっきの男はあなたの部下でしょ急ぎの用事があるのにこんなものを持たされてもう10分もじっと待っていたのですあなたは私をおなぶりになっているのですか気の強い奥さんと見えてなかなか負けてはいないのである怒っているので顔が崩れ人並みの顔なのだろうが ひどく見にくく見える。何を言うんです。迷惑したのは私の方ですよ。一体あなたは私に何の恨みがあるのです。あら、妙なことをおっしゃいますわね。身も知らぬあなたに恨みなんかあるはずがないじゃありませんか。あなたこそ私をからかっていらっしゃるのです。本当にタチの悪いいたずらですわ。 怒鳴り合っているうちに、二人とも変だと気がついたらしい。お互いに加害者でなくて被害者だということがわかったらしい。二人はしばらくの間黙り込んで相手の顔を見つめ合っていたが、紳士の方が先に口を切った。「どうも、お互いに一杯やられたらしいな。」婦人は泣き笑いのような表情になった。 さっきの男はあなたもご存じない人ですかそうですよ。あなたにもきっと私と同じようなことを言ったのでしょう。これはひどい目に遭った。あいつもう遠くへ逃げてしまったでしょうから、今さら探しても追っつきませんよ。お互いにとんだ災難と諦めるほかありませんな。<laughs> まあ、そうでしたのほんとにひどいそこで二人はお互いの立派な服装を認め合った模様であるあらあたくしつい腹が立ったものですから失礼なことを申し上げてしまっておわびいたしますわいやそれはお互いですよ私はこういうものです 決してこんなバカなマネをする人間じゃありませんよ。信守は太鼓腹の直機のポケットから名刺入れを出して、指につばをつけて一枚引き抜いて婦人に差し出した。あら、申し遅れまして、あたしも。婦人も懐から紙入れを出して小型の名刺を差し出した。お互いの名刺には。 何々会社専務取締役とか何々婦人会会長とか印刷してあったのであろう2人は名詞を読むと相手を見直したように優しい目を見交わしてアハハおほほと笑ったそれからは小声になったのでよく聞き取れなかったが2人は長い間立ち話をしていたどうやら共通の知り合いでもあってその噂をして い親ししみを感じているらしく見えたやがて紳士はまだ手にしていた薪尺の革のケースに気づくと長く伸びた測量テープをぐるぐると巻き戻してそれを何か戦利品ででもあるようにポケットに収め夫人とむつまじそうに肩を並べて大通りの方へ歩いていった。 眼中の国旗。そんなことで手間取ったので私が伊藤家に着いた時にはもう客がそろっていた客は2人差し支えがあって主人側の伊藤夫妻と私のほかに3人であったいちいち名前を挙げるとかえって煩わしくなるから名前を略するが3人のうちの年長者は52歳の下町の料理屋の主人で。 手品の名人であった。アマチュアマジシアンズクラブにも入っていて1年に1度はそのクラブの大会の舞台に立ったどこへ行くにも必ず手品の種の3つや4つは身についていて木に応じてそれをやってみせたトランプのカードも種のあるのやないのや幾種類もポケットに入れていた次の年長者は はっきり年を知らなかったが四十近い区役所の戸籍課長であったこの人は特技はなかったけれども酒に強くて大の愛妻家であった奥さんはそれにふさわしいきれいな人だったジョークの話が飯よりも好きで地口がうまかった何かというとダジャレを飛ばした3人目は 伊藤君と同い年の36歳で慶成大学の助教授だった専門は社会学後藤将棋が強くて両方とも素人初段をもらっていた欠席した2人は大きな電気会社の課長と二十歳の美術学校の学生であったそしてこれらのメンバーは全て探偵小説の愛読者だった ことに若い美術学生が大通で西洋の原本をたくさん読んでいて我々を煙に巻いた伊藤家は洋風の食堂だったのでみんなはそこの大テーブルを囲んで席に着きもうオルドゥブルの皿が出ていて洋酒が並んでいた伊藤はこういうパーティーの折は知り合いのコックを呼んで料理をさせるので奥さんも女中もお給仕をするだけでよかった。 むろん奥さんの席も取ってあって美しい都は大方はその席についてホステスとしてみんなをもてなしていた都はジョークの趣味を持っているかどうか分からなかったが適当に調子を合わせていた賢くて美しくて講談師の伊藤とは似合いの夫婦だったその席にはもう一人私の全く見知らぬ人物がいた 年の頃は体重を少しこしているように見えた。真っ黒な濃い毛をきれいになでつけていたが、それがあまり黒々としているのが目障りなくらいだった。顎から首にかけて大きな傷跡のひっつりがあった。ぎょうにゆくテーブルの前に腰掛けているのだが、なんとなくぎこちないところがあった。タバコも吸わなければ、酒も飲まなかった。 時々水のコップを口へ持っていくのだがその動作がなんだか機械で動いているように感じられた食卓についても左手だけに黄色い手袋をはめたままで膝の間に手連れではげた木のステッキを立てかけていた手品鏡の料理屋の主人はスープが運ばれる前にもう手品を始めていた「誰も所望しないので」 一人ででしんでいる吸っていたたばこを右手に取るとさっと空中に投げるまねをするしかし手からは何も飛び出さない火のついたたばこはどこかへ消えてしまったのだその手を空中に差し出して何かをつかむまねをしたそしてひょいと手を開くとハートのクイーンの美しいカードが現れる。 彼はそのカードを持ち帰ってまたもや空中高く投げ上げたがするとそのカードが食堂の白い漆喰の天井にぴったりと貼り付いてしまうなかなか見事な手品だが誰も感動しなかったというのはこのメンバーたちは何度となくその同じ手品を見せられていて不感症になっていたからである私は 手品よりも私のすぐ前に腰掛けている傷跡のある未知の男に引きつけられていた伊藤が面白いものを見せると言ったのはひょっとしたらこの男に関係があるのじゃないかと考えたところがそうしてじろじろ見ているうちに私は驚くべきことを発見したその男の左の目の玉が まるでミニチュアの絵のように赤や青のきれいな色彩を持っていたのである私はぎょっとして首を前に突き出してその不思議な目玉を眺めたよく見るとそれはアメリカの国旗であった目の玉いっぱいにあの星と線の国旗が広がっているのだ目の玉に カラーフィルムのように国旗を因果してあるのだろうかそんな途方もないことがありえるのだろうか私がびっくりして見つめているので私の隣の人もその向こうの人も同じように負傷男の目を見つめたそしてアメリカの国旗に気づいたようであるあの料理屋の主人も手品をやめてじっと男の目を見ていた みんな気がついたようだねそれじゃあ簑浦さんもっと違うのを見せてやってください伊藤が誇らしげに言うと男は従順にその言葉に従ってポケットから平べったい銀色のケースを取り出してふたを開けたふんとアルコールのにおいがしたケースの中には アルルコールを浸したたしが詰まっていた男は指でその綿の中を探して何かを取り出したそれからくるっと後ろを向いてみんなに顔を見られないようにして両手を目の辺に持っていってしばらく何かやっていたかと思うと再びこちらに向き直り手に持っていた小さなものを銀色のケースの綿の中に隠した。 みんなが男の左の目を見ると今度はアメリカの国旗でなくて日の丸の旗が翻っていたミニチュアの真っ赤な日の丸が実にきれいだったそれから男は何度となく後ろを向いてはこちらに向き直ったその度に目の中の絵が変わるのだイギリスの国旗も出た。 日本の国会議事堂も現れたヌード娘の全身像も出たどこの人種かわからないが実に美しい女の顔の大写しも出たそれが皆 8mm のカラーフィルムよりも少し大きくくっきり焼き付いているのだからその可愛らしい美しさは驚くほどであった分かったかね この人の左のの左目は義眼なんだよ。この人がまたなかなかの趣味家でね義眼にあんないろいろな写真を焼き付けさせてとっかえひっかえはめているんだ初めて見た時はギョッとするがよくよく見るとその美しさに引きつけられてしまう義眼のダンディだね義眼でない我々にはできっこない ちょっと羨ましい趣向じゃないかこの義眼のジョークにはさすがのジョーカークラブ員たちもすっかり驚いてしまい簡単の言葉が次々と述べられた私はこれが今夜のパーティーの面白いことなのかと伊藤の顔を見たが無論面白いことはこれだけではなさそうだった伊藤の顔のメフィストの薄笑いが それを白状していた。それから食事をしながらいつものジョーカークラブらしい雑談に入ったが次々と運ばれる料理は例によって申し分なかった一同は臨時雇いのコックの腕前を褒め称えたデザートコースに入ると私はさっき外で見た測量テープの事件を報告した。 僕は結果だけを見たんだから前にどういうことがあったかわからないしかしこれはどうもジョーカーの仕業らしいねそれもよほど優れたやつだよ僕の見たところでは効果100%だったからね初めは真っ赤になって怒鳴り合いそれからお互いに罪のないことが分かって和解しそして 名刺を交換したところが震っているその結果お互いに社会的地位を認め合い仲良く手を組まんばかりにして立ち去っていった光景は実に見ものだったよこれを演出したやつはよほどのジョーカーに違いない私が話し終わると伊藤君がテーブルに乗り出してニヤニヤ笑った「そうかあれを君が見たのか?」 今日家へ来る連中の誰かが見るかもしれないとは思っていたがね君は幸運だったわけだよ実はあれをやったのは僕なのさそうかもしれないと思っていた結末だけ見たので初めの方はわからないが君は何をやったんだね探偵小説だよまず結論がある そこから基地と論理で犯人の行動を探り出す君にだって僕がどういうことをやったか大体は想像がついているだろううんそれはつかないこともないがまあいい時間を省くために僕から話そう僕はなるべく人通りのない夕方を見過ごしてあの大きな屋敷のコンクリート塀の角へ行った そこへ、赤と白に染めた測量棒を立て両側の通りの角から2 0ルぐらいの地面にバツ印をつけたから巻尺の革,の革のケースを手にして待っていたしばらくは適当な人が通らなかったがやがてあの重役太りの紳士がやってきた無論一面式もないんだ服装がきちんとしていてなかなか立派だったからこの人がいいと思った 僕は紳士のそばへ行って「ちょっと」と言った私は役所の者のでここの道路工事の測量を命ぜられてやり始めたんですが助手のやつがどっかへ行っちまいましてねすぐ戻ってくると思いますからちょっとの間これをお持ちになっていただけないでしょうかすると紳士はまさか嫌とも言えず「ああいいですとも」 と答えたので、僕は「このバツ印の中心にテープの端を当てていてください」と頼んで薪尺のケースを渡しケースから測量テープを引き出しながらだんだん遠ざかっていって角の測量棒の外側からテープを回して曲がり角の向こう側へ歩いていった。はめの計画では そのままテープの端を石を重しにして地面に押さえていてうちへ帰ってしまうつもりだったのだがそのうちちょうどうまい具合に向こうからあの清掃の婦人がしずしずとやってきた無論知らない人だ僕はとっさに思いついてテープの端を引っ張りながら婦人に近づいていったそして さっきの紳士に言ったのと似たような嘘をついて夫人にテープの端を握らせてしまったこの地面のバツ印の中心に押しつけてくださいと言ってねそして僕はさっさとうちへ帰ってしまったんだよ紳士があの薪酌を戦利品として持っていったそうだがまあそれはジョークの楽しみへの投資としてしかたがないね 僕は結果を見ないで帰っってしまったんだよ。いつもそうなんだその方がかえって興味津々たるものがあるあれからどうなっただろうとか主々さまざまな場面を想像することができるからねしかし今の君の話によるとまあ成功だったな巻尺を戦利品にして仲睦まじく立ち去るなどは ななかなかいい場面だよ。これでテープジョークの話は一段落ついたがこのジョークについてメンバーたちのいろいろな批評が出たそして最後にこれは近来の終作であるという結論に落ち着いたわしも見たかったなあ。その重役と婦人会長の出会いがねまさに傑作だよ手品卿の料理屋さんが 生を飲むようにしていった。それにしても我らの伊藤会長は手品のコツを心得ているなこのジョークなんかまさに手品に属するものだよジョークと犯罪それからしばらく雑談が続いたあとで 伊藤がちょっと形を改めるようにして何か話し始めたこれから少し講義をやるよいや講義と言っては失礼だがちょっと話したい感想があるんだそれはねジョークと犯罪との関係についてだよ今の測量テープのジョークだって一種の軽犯罪といえば言えないこともない訴訟されるほどの迷惑を与えないというだけのことだ ところが西洋のジョーカーデンを見るとひどいことをやっているやつがある例えばこんなのがあるロンドンにでもニューヨークにでも金持ちの住宅街というのがあるねそこを歩いているんだそしてアトランダムに表札を見て番地と生命を書き留めるなるべく女主人公の家がよろしいそしてその名で ほうぼうの有名な店にとんでもない品物の注文状を出すんだすると大きな機械だとかトラックだとか全く家庭生活に関係のないようなものが次々と配達されるもろんそこの主人は受け取らないだろうけれど主人が留守だったら女中なんかは一応受け取るかもしれないいずれにしても商人との間に 大悶着が起こるに違いないそこがジョーカーの狙いだけれどもこれはもう犯罪と言ってもいいよもっと極端な例を考えてみるとエイプリルルフーでだね例えば血圧の高い老人かなんかに電話をかけてびっくりさせるようなことを話すとするねそれがもとで血圧がひどく上がって 脳何箇症を起こして死ぬというようなことも起こらないとは言えないするとこれはもう殺人罪だからねジョークと犯罪とは紙一重の違いだよ探偵小説の元祖のポーが「純正科学の一種としての詐欺」という面白いエッセイを書いている無論君たちも読んだと思うがあそこに書いてある いろいろな詐欺とプラクティカルジョークとはちょっと区別がつかないほど似ているただ利欲の動機によるものかどうかによって区別されるばかりだ利欲の伴わない詐欺をジョークというと定義できるくらいだところでここで僕の話は探偵小説と結びついてくるんだがポー自身が探偵小説を草案し 同時にに詐欺論を書いていてるようにこの2つのものはジョークと密接な関係がある探偵小説の中には少数ながら詐欺小説も書かれているそしてその手法は我々のプラクティカルジョークと同じだと言ってもいいその適例が1つあるポーの詐欺論には11種の詐欺の例が挙げてあるが そのの番目の例だ。これはプラクティカルジョーカーがその通りのことをやっている西洋でも日本でもだよ君たち忘れているかもしれないからそのポーの第8例を簡単に話すとこういうのだある男がバーへ入って行ってタバコをくれというそのころのあちらのバーでは タバコも売っていたんだね。男はタバコの匂いを嗅いでいたが「このタバコはどうも気に入らない」と言ってタバコを返しその代わりにブランデーを注文して飲んでしまうそしてさっさと帰りかけるのでカウンターの男が呼び止め「お代をまだいただきません」という「何だってタバコを返して?」 その代わりにブランデーをもらったんじゃないかいやしかしそのタバコの代をいただいておりませんのでバカ言っちゃいけないタバコはちゃんと返してそこに置いてあるじゃないか買いもしないものの代が払えるかそんな問答でバーテンを煙に巻いて逃げ出すという話だがねこれと同じ手口が。 アメリカのジョーカーの逸話の本にも出ている。そのジョーカーの名前もわかっている。立派な社会人なんだ。日本にもあるんだよ。確か大阪種の落語に壺さんというのがある。ある悪いやつが壺屋へ行って、一回入りの水壺を。大阪では壺というが、東京なら水がめだね。 を買って代金を1円50銭なら1円50銭払ってその壺を持って町内を一回りして元の店へ戻ってくるこの壺は小さすぎた2回りのに変えてもらいたいと言って値段の倍の壺を持って帰ろうとする番頭が呼び止めてもしもしその大きい壺は3円ですから もう1円50銭いただかないと困ります」という「何を言ってるんだお前さんそろばんに疎いね」いいかねさっき1円50銭払ったね。お前さん受け取ったね。そこへこの1円50銭の壺を返すんだから合わせて3円じゃないか。ちゃんと感情が合ってるじゃないか。 それからいろいろ押し問答があってそろばんまで持ち出してやってみるがどうしても1円50銭の現金と1円50銭の壺を受け取った感情になり番頭は首をかしげながら騙されてしまうという話だこれのもとは徳川時代の何かの本に出ているのだろうと思う僕はまだ調べる暇がないが 中夜用心期、世間用心期の類かもしれないしかしそのもう一つのもとはおそらくシナだよシナには「都編新書」とか「編術記談とかいろいろ詐欺の話を集めた本が出ているからねところでそれじゃあ我々のクラブは 詐欺の研究をしてそれを実演しているのかということになるいや詐欺ばかりじゃないさっきの例のようにジョークは殺人にさえつながっているのだここでまた探偵小説のことになるが探偵小説の殺人トリックもプラクティカルジョークと同じ性質のものだよ両方とも ペテンにかかけるのだからね。しかしペテンといえども決して軽蔑はできない巧みなペテンはやっぱり一つの芸術あるいは科学といってもいいのだからデー・クインシーは芸術としての殺人を論じポーは科学としての詐欺を論じているある日本の探偵作家が 随筆にこんなことを書いたことがある。俺は年中巧みな殺人手段ばかり考えている。それが好きだから探偵作家になったのだが今に小説だけでは満足できなくなって実際人殺しをするんじゃないかと怖くなることがある。とね。確か 悪人志願という題の随筆だった多分精神分析のアンビバレンスと関係があると思うんだがその作家は同じ随筆で自分の一番親しい友達と仲良く話している最中にずぶりと刺し殺す話を書いていたそれに興味を感じているらしく思われた 僕も時々恐ろしくなってくることがあるジョークに深入りして今に犯罪の方に移っていくのじゃないかという恐怖だねジョークは利欲に関係がないという申し訳があるけれども人殺しとなると利欲に全く関係ない人殺しもあるんだ復讐だって 優越感や劣等感の殺人だって利欲じゃないからねなんだか変な話になってしまったがこれが僕の近頃の感想ですつまりプラクティカルジョークと犯罪とは紙一重だということ我々はいくらジョークの発明を競ってもいいがその紙一重の境界線を越えてはならないということだね 大変長話をしてしまってみんな食事も済んだようだからいよいよお約束の面白いものをお見せすることにしようみやいいかい女中を近所へ使いに出しなさい伊藤は奥さんに目くわせをしてそんなことを言った前々から打ち合わせがしてあったらしい断っておくが 今の長話とこれから見せる面白いものとは何の関係もないいやペテンにかけるんじゃない本当のことだではなぜあんな話を愛の手に入れたかと不審に思われるかもしらんがあれはいつか何かの機会に話しておきたいと思っていたことなんだ君たちは僕が今夜ああいう話をしたことを おえておいていいいもらいたいんだよ。何か奥歯に物の挟まったような話し方であった私はその真意を捉えかねたしかしずっと後になってこれが実は彼の遠い遠いおもんぱかり彼の辛抱遠慮の一つの伏線であったことを 思い当たる時が来るのである目と歯それから私たちは書斎に導かれ内外の書籍の壁に囲まれた広い部屋の思い思いの安楽椅子に腰掛けタバコをふかしながらまた雑談を続けたもう9時半であった伊藤が 大デスクの前の回転椅子をぐるっと回して、みんなに呼びかけた。今までわざと黙っていたが、これから今夜のお客さんを紹介しよう。この義眼の人だ。美濃浦さんと言ってね。すると美濃浦氏は、ぎくしゃくとした身のこなしで椅子から立ち上がり、みんなを見回してお辞儀をしたが、別に何も言わなかった。 今はもうさっきの模様のあるのではなくて普通の擬岩をはめていた箕浦さんと知り合ったのはごく近頃のことだこの人は元は軍人なんだが大変不幸な反省を送ってこられたそして探偵小説に憂さ晴らしを求められたしたがってプラクティカルジョークにも十分興味を持っておられる 今日の面白いことというのはやはり美ノ浦さんに演じていただくのだがそれを快く承諾してくださったのも我々と同様にジョークというものを理解しておられるからだ埋札はまあこのくらいにしておく方がよかろうでは美ノ浦さんどうか寝室にお引き取りくださいあなたが休まれるのにはいろいろ手助けがいるが それは女中にやらせます。さっき打ち合わせたことをお忘れなく。これはなかなか演技のいるジョークですからね。そこで美濃浦氏はいつから立って、では皆さん、お先へ。と挨拶して、剥げた木のステッキを力に、機械のような妙な歩き方で部屋を出て行った。 2階の箕浦さんの寝室の隣の部屋に陣取るんだよ断っておくが演技の間中どんな変なことがあっても物を言っちゃいけないよせきをしてもいけない死んだように黙っているんだいいかねさあ足音を立てないようについてきたまえそして我々は 伊藤夫妻に案内されて1列になってこっそりと2階へ上がっていった2階には2部屋しかなかった1つは伊藤夫妻の広い寝室もう1つはその隣の客用の寝室である我々は夫妻のあとに続いてその広い方の寝室に静かに滑り込んだ ふだんは鍵がかけてあるのだがその晩はそのドアがすっかり開かれそこに目の笑いレースのカーテンが張ってあったしかしそういうことはしばらくたってから分かったので最初は不思議な部屋の仕掛けにただ面食らうばかりであったその広い方の寝室は伝統がわざと消してあって 我々は手探りで進まなければならなかった4人の者は負債に手を引かれて真っ暗な中を今言うドアのそばまでそろりそろりと歩いていったその時私は偶然奥さんに手を引かれた手が触れ合ったのはそれが初めてだった私は 電気のようなものがつんと体を走るのを感じたやわらかいすべすべした冷たい手だった暗闇の中で美しい人と手を握り合っているというそのことだけで私の胸はワクワクした私は手先に力を入れる勇気などとてもなかったひかれるままにおとなしくついていった 市の寝室との境のドアのすぐそばに三脚の小椅子がくっつけてあった伊藤夫妻と私とがその椅子に肩をくっつけ合って腰掛けあとの3人はその前の絨毯の上にやっぱり体をくっつけ合って座ったそこが見物席なのである我々の目の前には目の粗いレースのカーテンが床まで垂れていた そのカーテン越しに身の浦氏の寝室が手に取るように見えるこちらの部屋は真っ暗で向こうの部屋には赤々と電灯がついているからだ逆に向こうの部屋からは我々を全く見ることができない仕掛けである我々は唾を飲み込むようにしてシーンと静まり返っていた私は 前に一度こういう場面を経験したことがあるそれはのぞき趣味を満足させる会に出席した時だが5人ほどの会員がその和室の次の間にこっそりと忍び入ってちょうど夏のことですどの隙間から息を詰めてある演技を覗いていたのであるその連想が私の好奇心を一層高める作用をした 私を変な気持ちにしたのにはもう一つ別の理由があったそれは恋か偶然かみやこが伊藤と私との間に腰掛けたことである普通ならば伊藤の向こうに腰掛けて私と体が触れ合わないようにするはずなのを彼女はそうしなかったのである 私はしばらくの間そのことばかり思い煩っていた美和子はこういう場合に誰の意思で動作するのだろうか夫の暗黙の意志に従うのだろうかそれとも彼女の思うままに振る舞うのだろうかもし前者とすればあの考え深い伊藤がなぜこういう座り方をさせたのかもし後者とすれば はなぜ私はそのいずれにしても私には何か理解できないようなものがあったしかしいつまでもそれを考えていることはできなかったカーテンの向こう側ではもう面白いことが始まりかけていたからである箕浦氏は明るい伝統の下で ベッドのそばの椅子に淡然と腰掛けてこちらを向いていた箕浦氏の体の機械仕掛けのような感じはそうして腰掛けていてもどこかに残っていたその異様な感じが私たちの好奇心を嫌がうえにかきたてたそこへ「シゲ」という女中が入ってきたどこかへ使いに出されていたのが ついさっき帰ってききてこののぞきの仕掛けは伊藤夫妻だけでこしらえ女中には何も知らされていないように感じられたしげは二十歳前後の頑丈な体つきの田舎娘であった無邪気なまるまるとしたあから顔には愛きょうがあり年よりも若く見えたしげは ひとつきほど前にこの家へ来たばかりで主人夫妻の性格もその奇妙な趣味のことも我々のクラブについてもほとんど何も知らないようであったげはう浦しの寝室に入ると一礼してもじもじしながら口を開いたあの奥様からお手伝いするようにと言われましたので。 すると、箕浦氏が言葉少なに答えた。ああ、手伝ってもらいたいのだよ。僕は不自由な体でね。まず、そこの洗面台にあるコップに水を半分ばかり入れて持ってきてくれたまえ。その寝室には、 一方の隅に陶器の洗面台が取り付けてあってコップが伏せてあったしげはそこへ行き言われたとおりコップに水を入れて美浦氏のところへ持っていった美浦氏はコップを受け取ると右手の指を左の目にぐっと突っ込んで義眼をえぐり出しそれをコップの水の中に入れた。 お椀のような形をした目玉が天井をにらんでコップの中に気味悪くふわふわと浮かんでいるのがこちらからも見えた箕浦氏はそのコップを小テーブルの上に置くと今度はやはり右手であのきれいに分けた濃い髪の毛をつかみぐーっと頭の皮をめくり取ってしまったつまり それはカツラだったのである。その下からピカピカ光るハゲ頭が露出した女中のシゲはおったまげて目をまん丸にしてこの不思議な光景を見つめていたもう一つコップに水を箕浦氏はカツラを同じショーテーブルにのせながらニヤニヤと笑って言いつけた。 幸い洗面台にはもう一つコップが伏せてあったのでしげはそれに水を半分ほど入れて持ってきたう浦氏はそのコップを義眼のコップの隣へ置くように右手で指図し,してからその手を口の中へ入れて二度にう入れ歯を取り出しコップの水の中へ落とした水の中で上下の歯並びが かっこうでかみ合わさっているのが見えたそういればを取り去ったう浦氏の口は巾着のようにしぼんでしまい恐ろしく年取って見えた入れ歯の支えがなくなったので顔が押しつぶされたように平べったくなったそれからう浦氏は立ち上がって上着とズボンを脱ぎワイシャツを脱ぎ シャツとズボンしただけになってまた椅子に腰掛かけたのだがその脱衣の間に短いマくマのような余裕があったので私は自分の身辺に注意を向けることができた私の一方の腿の外側が宮やの桃と密着しているために汗ばむほど暖かくなっていたこれも私には初めての経験だったが その時みやこがわきみをしたくっつかんばかりになっている彼女の顔が私の方を向いたのである温かい息が私の方をなでたその息には何か微妙な甘い香りが感じられた私とみやことの会話を一度も書いていないので読者にはわからないことだが 2人は相当打ち解けた間柄になっていた無論みだらなことを話し合ったわけではない伊藤君の奥さんとしての敬意を忘れないでしかし遠慮のない口を聞き合うほどに親しくなっていたのだだから彼女としては私と密着して座ったり私の顔に息がかかるようなことを遠慮していないのかもしれないだが敏感な人だから 私のひそかな気持ちが分かっていないはずはないそれを知りながらこういう無関心を装うのは何かそこに意味があるのではなかろうか無意識のうちに私を刺激しようとしているのではないだろうか彼女が私の方に顔を向けてうっかり話をしようとして 声を立ててはいいいけななことを気づいてやめたのかもしれじきに正面を向いてしまったので今度は私が彼女の方を向いてその横顔を見たレースのカーテンを通して向こうの部屋の電灯がほのかに彼女の顔を照らしていたその淡い光で見る彼女ははっとするほど神秘的で 神か悪魔のように美しかった私はバカのようにその横顔に見とれていた「頑蔵人間」その時向こうの舞台ではシャツばかりになった箕浦氏が女中のシげをそばへ招き寄せてあの巾着みたいな口でスースーと息の漏れる不明瞭な言葉で「 何かいっていた。僕の左手をぐっと引っ張ってくれこの左手は義手だから抜けるんだよしげは義手というものを見るのは初めてらしかった少し青くなってもじもじとためらっていた元の方は外してあるんだから引っ張れば抜けるんだよぐっとっってくれ。 思いっっっきり引っ張ってくしげはオズオズと黄色い長い手袋のはまっている義手に両手をかけたそして力を込めて引っ張ったすると木と皮でできた義手がシャツの腕の中からスルスルと抜け出してきた肩の付け根の辺りからの長い義手であった 浦氏はそれを右手で受け取ってベッドの上にひょいと放り出したそして腰掛けたまま右足をまっすぐに上げた「今度はこの足だよズボン下がダブダブだから脱がなくても大丈夫抜けるよさあ引っ張っておくれ」。 げの顔はさっきよりももっとあおさめていた目をまん丸にして驚いている表情がおかしかったズボン下の中から抜け出してきた右足の義足は恐ろしく太くて長かった箕浦氏の右足は太ももの中ほどから切断されたものらしいげはおっかなびっくりでその義足を両手にささげて ベッドの上に置いた。だが箕浦しの不思議な解体作業はまだそれで終わったわけではなかった今度は左足を前に出したのであるしげはあまりの恐ろしさにもう逃げ腰になっていたここから見ても青ざめた額にべっとり汗をかいているのがよく分かったさあ 今度はこはっちの足だ。同じようにやってくれしげは最後の力を振り絞るようにしてこれに耐えた左の義足はひざの下からのもので右足ほど長くはなかったしげはそれを大事そうにベッドの上に並べた椅子の上にちょこんと座っているう浦氏の格好は実にへんてこなものであった シャツの左手とズボン下の両足がぺちゃんこになってだらんと垂れ恐ろしくすん詰まりの体になっていたハゲ頭で片めで口は巾着になり体は昔の見せ物にあった特りごのように胴体だけになり満足なのは右手一本であるなんという戦傷を受けたものであろう この人の死体は大部分が人工であり肝臓であったつまり肝臓人間という感じなのだシゲを笑うことはできない私も怖くなってきたその寸詰まりの胴体を見ていると吐き気を催した気の毒だが今の箕浦氏は 何とも言えない修悪な肉の塊にすぎなかったその修悪な肉塊が巾着の口でまだものを言っていたもう一つだけだよこれでおしまいだ君僕の頭に両手をかけるんだよそして 僕の首を力いっぱい引き抜くんだ肉いはそう言って歯のない口でニヤニヤと笑い大きな傷口のある首をぬーっと前に突き出したしげはよろよろとよろめいて入り口のドアの方へ逃げようとしたしかし 足が言うことを聞かないらしく酔っ払いのような足取りで両手をもがきながらやっとの思いでドアのところまで行ったそして何か恐ろしい叫び声を立てたかと思うとぐにゃぐにゃとそこへ倒れてしまった気を失ったのであるそれからしばらくして私たちは開花の書斎へ戻って行ったしげは あの時すぐみんなで介抱して女中部屋に寝かせた。人間の首が抜けてたまるものか。ギクビなんてありゃしないよ。あれはちょっとした。冗談なのさ。君もあんなことを真に受けるなんて馬鹿だな。伊藤がそう言って慰めたので、しげもいくらか気が落ち着いたらしく。みやこの与えた睡眠薬で。 ぐっっっすり眠ってしまった。それが済んでみんなが書斎の安楽椅子にかけると伊藤が口を切った「今のお手は西洋笑い話にある話だよ西洋笑い話にある話だよ」いだよ「一度実験してみたいと思っていたが幸い箕浦君という絶好の人が見つかったので君たちをご招待したんだ」 浦君はなかなかの名演技だった僕はあんなにうまくいくとは思っていなかったんだよそれに女中のシゲがあれは山田氏の娘でうってつけの助演者だったシゲにはちょっとかわいそうだったがあとでそれだけのことはしてやるつもりだこの筋書きを知っていたのは僕とミヤコとミノウ君だけだから 君たちにも面白い見ものだったと思うが。感想はどうだね？傑作だね。わしでさえ怖かったよ。あのぬーっと首を突き出された時にはね。女中さんが気を失ったのも無理はないよ。年長の料理屋の主人がまずサンジを述べた。僕もあの西洋笑い話は読んだことがある。 確かドイツだねだだった、ね、だから途中でオチが分かったけれど読むと実演とでは感じが違うからね僕もハラハラしたよ怖かったよそれにしてもよくああいう適当な主演者を見つけたもんだなやっぱり半分以上は伊藤会長のお手柄だよ慶成大学の助教授が勘に耐えたように言った だが、気味が悪いね4本の手足のうち満足なのは1本だけなんだからね恐ろしい負傷だよく生きてられるもんだねあの胴体ばかりの肉の塊を見ているとぞっとして吐きけがしたよ区役所の戸籍課長がまだ青ざめた顔で 2階の美濃浦氏に聞こえることをはばかったのか内緒話のように声を低くしただが美濃浦氏はあのままみんなで抱き上げて寝室のベッドに入れておいたのだから聞こえる心配は少しもなかった私もその後について感想を述べたが見回してみると主人公夫妻をはじめみんなが多少とも青ざめた顔をしていた 戸籍課長の顔色が一番悪かった都は思ったより平気な顔をしていた結局この演出は近来の最高傑作という結論になったもう11時を過ぎていたのでこの結論が出たのを潮に私たちは急いで自去することにした 犯人証まあこんなふうな調子だったのであるしかし伊藤と知り合ってからの一年間はまだいろいろなことがあったジョーカークラブの催しでは高齢術の実験や名英伝来のマーダーパーティー殺人ごっこをやったことなど記憶に鮮やかである伊藤と私の友情は 加速度に深くなり子供時代からの親友のような間柄になっていた伊藤は私のアパートの狭い部屋へもよく遊びに来て四畳半の畳の上に長々と寝そべって無駄話をしたものだ私の方からも毎日のように伊藤家を訪問した白状するとこれは伊藤の魅力のほかに 奥さんの都の魅力に引きつけられていたからであった私は一日に一度は都の顔を見声を聞かないとその夜の寝つきが悪いほどになっていた生まれてからこれほど女性に惹かれた経験は一度もなかったそんなにしばしば訪問していると時には変な場面に出くわすことがあった伊藤たちは 結婚しててかから5年もも経っっいいたたのでで夫婦喧嘩をすることもないではなは彼らは今でも愛し合っていたが愛することと夫婦関係は別物である何が原因なのか知らないが私が入っていくと2人は膨れっ面をして向かい合っていた彼らは私の前では夫婦喧嘩を隠そうともしなかった。 ののその強情な性格にはうんざりするよ。なぜ簡単に謝ってしまえないんだ謝ってくれないと俺は気が済まないのだ伊藤が額にかんしゃく筋を立てて怒っていた奥底の知れないようないつもお芝居をやっているような世あたりに冷静な彼も夫婦喧嘩ともなればこういうあからさまな一面があるのかと驚くほどであった みやこは強情に黙り込んでいた。どうでもなれという捨て鉢な態度に見えた。返事ができないのか？最後通牒のような言い方であった。みやこはまだ黙っていた。おい、こんな調子じゃ。俺はもう耐えられないかもしれんぞ。君とは一緒にやっていけないかもしれんぞ。それを聞くと。 みやこがやっと口をきいたいいわわたしだって覚悟してるわそうか覚悟しているのかじゃあそうしようか伊藤が爆発するように言い放ったわたしはもう黙っていられなくなったおいおいいいかげんにしないか俺が来ても見向きもしないで夫婦喧嘩してやがるそんな礼儀ってないだろう。 すると伊藤が恐ろしい目で私をにらみつけた空気男は黙ってろお前には関係のないことだ関係ないことあるもんか俺は君たちの友達じゃないかそれにせっかく訪ねてきた俺の前で目障りじゃないか目障りなら君の方で帰ったらいいだろう。なんだとよし帰るだが ただは帰らないぞ俺は奥さんを連れて帰る宮子さんさあ行こうあんな奴に捨てられたって平気だよ僕が保護する僕が慰めてあげるそして私は宮子の手を取って立ち上がったものだそれを本気とも冗談ともつかぬ態度でやってのけたすると効果はてきめんだった伊藤は 変な顔をしてしばらく黙り込んでいたが、突然笑い出した。あはははははは、空気男もなかなかやるね。よし、今日はこれで打ち切りにしよう。一応仲直りだ。のまに君を連れて行かれちゃ困るからな。はははは。私はこの伊藤の九天館には呆れたが、みやこは。 やっとこれで落ち着いたように見えた。彼らの愛情は決してまだ冷めてはいないのだ。いったいなぜあんな喧嘩を始めたんだ。めったにないことじゃないか。私が尋ねると、伊藤はにやにやっといつものシニカルな微笑をした。いや、元は何でもないことさ。だがこの子の態度が釈に触ったんだ。伊藤は時々。 くんのことをこの子という愛称で呼ぶことがあった俺をバカと言ったからねおバカさんじゃなくて本当に怒ってバカと怒鳴りつけたんだそれから日頃のことが洗いざらい持ち出されてあのしますさいくら仲のいい夫婦でも日頃の鬱憤というものは双方にどっさりたまってるもんだからねこういう争いは別れ話までいかないと収まらない 無論お互いに本心じゃないがねそれで些細いな原因って何なの探偵小説だよ <laughs> え探偵小説西洋の長編探偵小説さ君も知っているように僕のうちでは翻訳探偵小説の総称は全部取っているそれをこの子も僕も読むんだよ ところで僕はジョーカーのことだからちょっとしたいたずらをやったんだどれもこれも都より先に僕の方が読んじゃってねその本の第1ページにこの小説の真犯人は誰々なりって大きな字で書き込んでおくのさこのいたずらは西洋のジョーカーがとっくに宣弁をつけている僕はそれをちょっとまれてみたんだがねやっこさん やっぱりカンカンに怒ったね西洋の例ではそのために離婚訴訟まで起こしているんだよどの本もどの本も第1ページに種明かしがしてあって見たまえ探偵小説好きなら離婚したくなるほど怒るのも無理はないよだからこの子も俺をバカってどなりつけたんだそして離婚話の近くまで行ったんだからね 探偵小説の恨みは怖いよそれから雑談になって愛も変わらずプラクティカルジョークの話にふけって夜更かしをして帰ったのだがこの夫婦喧嘩は私たちの間に何か変な後味を残した伊藤も私もその微妙な点についてはその晩はもちろんその後にも全く触れようとはしなかったけれどもお互いの心の奥に 異様ななものが残っっていることは争えなかった私は伊藤と違って思ったことがすぐ色に現れる方だし空気男のことだから物忘れのために一貫した嘘がつけない言ったりしたりすることの矛盾からすぐ化けの皮が剥がれてしまう私はその晩冗談めかしてではあったが都への愛情をさらけ出してしまった。 これは無論彼ら2人に印象を与えている今ら取り返しはつかないいやそうでなくても私の日頃の挙動で2人とも早くからそれに気づいていたかもしれないところが二人とも少しもそのことを気にかけていないように見えたつまり問題にしないのであるそれには訳があった私が われながら愛想の尽きる部男だったからであるこれを白状するのは楽しいことではないのでつい今まで書きそびれたが実はそうなのである私は下駄のように四角な顔をしていた顎の骨が嫌に出っ張っている顎骨の発達した人間は意志が強いといわれているが私は一向そうではなかった むしろ優柔不断の方であった。それに気が弱くて怠け者というダメな人間の見本みたいな男だった人一,一倍好奇心が強いのも弱点の一つに違いなかった眉はくっきりしないぼうぼう眉毛で目は細い一皮目鼻は普通だったが口が大きくて唇が厚かったそれに背がズングリムックリときている いつも両親を恨んでいるような哀れな青年であったそんなふうだから私は人並みの恋愛は諦めていたのだが今度はちょっと様子が違った宮子は必ずしも私を嫌っていないような気がする伊藤は私の男性としての存在などを無視していたが宮子の方は無関心のうちにもどこかに好意が感じられた それは異性としてではなく一人の人のいい人間として好意を持ってくれたのかもしれないしかしそういう好意と異性としての好意は紙一重ではあるまいか私は悲しくもそれを空頼みにしていなかったとは言えないのである古が私に気を許している一例はいつか義手義足の男のジョークを 暗闇の部屋から見物した折の彼女の挙動からも推察することができたがその他にも似たような場面が幾度もあった例を挙げるとある時伊藤の家へジョーカークラブの連中が集まって心霊術伊藤はこれを神秘的プラクティカルジョークだと言っていたの真似をして遊んだことがあるその時にも「私にはむしろ意外な」 妙なことが起こったのだ。高齢術。その時行われたのはいわゆる高齢術なのだが、そのやり方は広い部屋の隅に箱のような区切りをして、黒い幕を下げて囲み。その中で霊媒が椅子にかける。見物の中の2人ぐらいがそこへ行って。 霊媒の手と足を椅子にくくりつけて動けないようにするそして黒いカーテンを下げてしまうので霊媒は見物から見えないようになるそこで電灯を消して部屋を真っ暗にする同時に助手がレコードを回して音楽を聴かせる見物たちは部屋の一方に一列に固まって押しだまっているその夜 レコード音楽はかすかな物音を消すためのものでその間に霊媒は黒の幕の中で縄抜けをやる技術の手を用いればどんなにくくられていても簡単に抜けることができるまず両手を抜いてその自由になった手で足の縄を解き黒幕の外へ出ていろいろな不思議を表してみせるのだ 霊媒が閉じ込められていると信じられている黒幕と見物との間には机が置かれその上に人形やラッパや長い紙製のメガホンなどが並べてある机にも人形の体にもラッパにもメガホンにも皆夜光塗料が塗ってあって真っ暗な中でもその形がはっきりと分かっているその夜光人形が、 レコードに合わせて踊り出す。ラッパが空中に持ち上げられて独りでになり出す長いメガホンがサっと見物の頭をこして後ろの方まで伸びるそして最後には机そのものがスーッと宙に浮いて天井へ上がっていく生命のない物体が独りでに動くのだから非常な不思議であるこれらはすべて 縄抜けをした霊媒が手で動かしているのだが霊媒の姿は全く見えないその部屋は窓には厚い黒幕を張りどんなかすかな光も入ってこないようにしてあるので伝統を消すと真の闇になるその時私は見物の中に混じっていたのだが体をくっつけて腰掛けている隣の人のそれはまた偶然にも都であった 白い顔がいくら目が闇に慣れても全く見えないどんなにかすかにも見えないのに驚いたものである真の闇は人間の目が慣れるということはないものである最後に見物が腰掛けている頭をこして2メートルも後ろの壁際に妙なものが現れた真っ青な人間の顔である 長い髪の毛が額に垂れているところを見るとどうやら女らしいのだが全体にぼーっと青く光った実に君の悪い顔なのだそれが天井の近くに現れたかと思うとパッと消えて今度は床すれすれに漂うというふうに至るところの空中に現れたり消えたりするこの演技は初めてだった 部屋を横切って見物たちが一列に並んでいるので霊媒は見物の後ろへは出られないはずだ助手でもいなければこんなことはできないのだがその助手がいないことは我々によく分かっていたその晩の高例術ではその他に死人の声が聞こえたり未来の予言が闇の中から響いてきたりその他さまざまな奇跡が行われたのだがくだくだしくなるので こここではすて省くことにする。さて心霊術が終わって部屋が明るくなると真っ先に口を開いたのは例の手品鏡の料理屋の主人であった見事でしたしかしわしにはどうもわからんことがあるわしは高霊術のトリックはみんな知っているつもりだがそのわしにもわからん手が一つあったあの 終わりに我々の後ろに現れた女の顔ですよ。あれはアラテだね。どうしてもわからない。霊媒は縄抜けをしても、見物席の椅子の列が部屋を二分しているので気づかれないように見物の後ろへ回ることはできない。廊下へ出て後ろに回るようなドアもない。それなのにあの女の顔は見物の2メートルも後ろに現れた。 棒の先に人形の首をくっつけて伸ばすにしても、そんな棒はどこにもない。また、天井から紐で吊り下げた跡なんかも全くない。あれは一体どんな手を用いたんだね。不審に耐えないという顔であった。ははは、わからなかったかい。僕の草案したあらてだよ。プラクティカルジョーカーには、技術発明家の素質も必要なのだ。 あれはね、レイジータングスだよ。直訳すると不祥なやっとこだほらこれだよ近頃は見かけないが昔は子どものおもちゃによくあったじゃないか伊藤はその品をダブダブの上着の下から取り出してさっと伸ばしてみせた2メートル余りも向こうへ伸びたその先に髪を固めて作った不気味なお面がくっついていた 首のところに豆電球が仕掛けてあって手元のボタンを押すとそれが真っ青な女の顔をほのかに照らすようになっているレイジータングズというのは軽い金属で作ったバツバツバツ型のもので畳めば手の中に入るが伸ばすとびっくり箱のように一瞬に 2m も向こうまで届くのだ伊藤は背伸びをして見物の頭の上を越してそれを伸ばし 豆伝統を点滅させたのに過ぎないこの実験の暗闇の中で恋か偶然か私はまたしてもこと隣り合って体をくっつけて腰掛けたのであるこの顔は全く見えなかったしかしその呼吸が聞こえた時々私の方に温かい息がかかるので彼女がすぐそばでこちらを向いているのだと分かった 体はぴっったた。りとくっついていて密着している部分がだんだん暖かくなりしまいには火のように熱くなって汗ばんできた彼女が身動きするたびに一つ一つの筋肉の動きがはっきり分かったそして私を意識し私に好意を持つ動き方のように感じられた敏感な彼女がの そういう動きによって私が何を感じるかがわからないはずはないと思った私の愛情はそんなふうにして月日とともに育てられていった私はだんだん自信を持つようになった殺人ごっこ1 1> 別の時にはまたこんなこともあったその晩は ジョーカーカクラブの連中が集まってマーダーパーティー殺人ごっこの遊びをやったこの遊びは日本ではあまり聞かないがアメリカやイギリスで流行しているらしい夜パーティーで酒を飲んだ後で行われるその夜のパーティーは欠席者が1人あったので都を加えて7人だったまず探偵役が決められる伊藤が 自分が探偵になると主張してそれが入れられた次に犯人役を決めなければならないそれには英米伝来の作法があったその部屋のマントルピースの上に担当ピストル束ねた紐、毒薬の瓶などいろいろの凶器が並べられその横に予備校の笛が1つ置いてあるその前に探偵役を除いた6人が1列に立ち並ぶ 女中のしげがあらかじめ教えられた通り6枚のトランプのカードを持ってやってきて裏返しにしたまま一人一人にそれを引かせるカードの中には必ずスペードのエースが混じっていなくてはならないその札を引いた者が犯人になる規則である引いた者はそれを隠してしまう人に悟らせてはいけない誰が犯人になったか 本人以外には知らないのである。それから6人はお互いに少し離れて1列になって壁の方を向くシゲがスイッチを押して電灯を消し部屋は真っ暗になる犯人役は単独犯行をやってもいいし1人だけ共犯者を作ってもいいという規則になっていた犯人はそっと列を離れてもし共犯者の欲しい場合はその人のそばへ行って 暗闇の中で手を握ることになっていたそれからマントルピースの上のどれかの狂器と予備校の笛を取ってポケットに隠すそして列の中に戻って何食わぬ顔をして立っているそこでシンゲが伝統をつける人々はすぐにマントルピースの上を見るひもと予備校の笛がなくなっている狂器はひもと決まった誰かが。 それれで締められるのだ人々はお互いに顔を見合わせる誰が犯人に当たったかもし共犯者があれば手を握られたのは誰かと探り合うのだがみんなポーカーフェイスをしていてわからないその晩手を握られたのは私であった私が共犯者に指名されたのだ普通は主犯後誰だかはわからないはずだから 共犯者が主犯を探すこともこのゲームの興味の一つに数えられているしかし私には分かっていた私の手を握ったのは指が細くて柔らかい女の手だったからだこのパーティーには女性は都の他にはいなかった犯人役は古に違いない崔君が犯人私が共犯者 そして亭主が探偵という妙な巡り合わせになったのであるそれから探偵役を含めた7人の全員がみんなバラバラに離れることになっていた同じ部屋に2人いてはいけない部屋が足りなければ台所にいてもいいし庭を散歩してもいいという申し合わせであったそれは主犯者と共犯者と相談し合う機会を与えるのと 2人が被害者を決めて犯行に入るのを妨げないためであった人々は応接間書斎食堂台所2階の寝室などに分散してドアを閉め切って何かの起こるのを待ち構えた私は1人で暗い庭を歩いていた空気男にも似合わない臆病者なのだが今夜の犯人は美也子と分かっているので 暗い庭で待っている方が趣があると思ったのだ足音もなく木の間から黒い影が寄り添ってきたこであった手品き違いの酒巻さんに決めたわ被害者はあなたと2人でこのひもであいつを絞め殺すのよあの太っちょの料理屋の主人は酒巻という姓であった暗闇の中で都がボソボソささやく声を聞くと 私は怖くなっみや子が奥底の知れない悪女に見えた窓からの薄明かりで見る彼女の顔はいつもとまるで違っていた彼女は時によって見違えるほど要望の変わる女だったそしてそのどれにも別用の魅力があった美人とはそういうものだと誰かから聞いたことがあるがそれに違いないと思った 今の悪女の層にもハッとするような美しさがあったこの女と二人で人殺しをするのかと思うと私はゾクゾクするような興奮を覚えたあの親父どの部屋にいるんだいちゃんと探ってあるのよ食堂に一人ぼっちでいるわこは私の手を取って先に立った庭はまばらな子たちになっていたので 私たちは木の間をくぐるようにして台所口の方へ歩いていったのだがその時私の目にふと変なものが映った今通りかかっている書斎の窓が動いたのであるいや窓が動くはずはないガラス窓の内側に下がっているカーテンの合わせ目が揺れ動いたのだ書斎には電灯がついていなかった誰かがわざと電灯を消して そこに一人でいたのだ。その男がカーテンの合わせ目を開いてそっとこちらをのぞいていたのが私たちが近づいたので慌てて隠れたという感じであった誰だろうひょっとしたら探偵役の伊藤かもしれないとっさにそんな考えがひらめいたあいつは焼きもちを焼いて私たち2人の行動を隙見していたのかもしれない これから犯そうとしている仮想殺人と美や子と手を握り合っている罪の意識とが二重になって私を変な気持ちにした本当の犯人ならこうもあろうかというような恐怖が私の横隔膜を突き上げてくるのを感じた美や子は何も気づかなかった様子なので私は黙っていた2人は忍び足で台所口から上がり廊下を食堂の入り口まで歩いて行った 廊下にも食堂にもその他の部屋部屋にも電灯がついていたがひっそりと物音一つしないのでまるで空き家の中を歩いているような気がした都が食堂のドアをかすかにコツコツコツと三度ノックした私は中に腰掛けている太っちょの料理屋の主人の気持ちを想像した各部屋に待っている人々は、 誰が被害者に選ばれるかとビクビクしているに違いないそのスリルのための遊戯なのだがやはり本物の殺人犯に狙われているような恐怖を味わっていたに違いない太っちょの坂巻もその一人なのだドアにかすかなノックの音が聞こえるいよいよ来たなという衝撃無論心臓の鼓動は早くなる顔も青ざめるかもしれない その恐怖がドアの外まで伝わってくるような気がした私自身の心臓も少し早くなっていた美和子と私はドアを開いて静かに中へ入っていった坂巻はそわそわと立ち上がって笑い顔とも泣き顔ともつかぬ妙な表情でこちらを見つめていた私たちはものを言う必要はなかったゆっくりと。 坂巻の両脇から挟み撃ちにするように迫っていった都は達荘浪人形館の女四角のようなキリッとした怖くて美しい顔をしていた彼女は多くは和服を着ていたがその夜は黒っぽい洋装だったので一層西洋女四角の感じがした私は少年時代に見た連続映画の「如くプロテア」を思い出していた 私の方も彼女の真似をして殺し屋のように怖い顔をしていたに違いない坂巻は逃げ場を求めるようにキョロキョロと辺りを見回したがこの遊戯の被害者は逃げてはいけない規則になっていた彼はそれを思い出したらしくあの泣き笑いの顔でじっと立っていた美子は素早く坂巻に近づいて持っていた紐を彼の 太いなぎった首にひとまきしたそして一方の端を自分で持ちもう一方の端を私に握らせたいよいよこの男を絞め殺すのかと思うと私は変な気持ちになったむずがゆいような恐怖が全身に行き渡ったその時こが「何をグズグズしてんのよ」「ひと思いにグッと引っ張るのよ」 という目遣いをしたその目が何とも言えない色っぽさであった私はひもを力任せに引っ張るまねをした都も歯を食いしばるようにして向こうの端を引っ張っていたまねといってもいくらか力が入るので酒巻の太い首はくびれ顔は赤く怒張したそこで酒巻は妙なことをやった 両手を前に出して空をつかみ歌舞伎芝居のだんま妻のしぐさを入念にやってみせたのである私は吹き出しそうになるのをこらえるのがやっとであったそして彼は息絶えて床に転がりそのまま動かなくなってしまったみや子は私と目を合わせ刺客が目的を果たした時のあの笑い方でにっこり笑った異常な場面のこの笑いは 私をじーんとしびれさせるような美しさだったとうとうやってしまったわねあとはここへ手がかりを残しておかなきゃいけないのよそれには私用意しておいたものがあるのもし私がスペードのエースを引いたらあなたを共犯者にしようと決めていたので2人の名を書き込んだ暗号なのよは、 陰謀を打ち合わせる悪女のささやき声で言って洋服の胸から一枚の小さな紙切れを取り出して私に手渡した私はその紙切れを見てハッと思ったそこにはポーの「コガネムシ」の暗号に似た数字と記号が並んでいたからである「コガネムシ」の暗号よでもこれは空では解けないわ。 探偵さんはこれを解くのにはゴールドバッグの本を調べなければならないその間に時間があるでしょう私たち、それを利用して隠れるのよマーダーパーティーの最後は隠れんぼなんだもの隠れる場所もちゃんと考えてあるのよ都はなかなかの犯罪企画者であった日頃愛読する探偵小説の影響であろう伊藤が 探偵小説の第1ページに犯人の名を書きつけておいたのを本気になって怒ったのも無理はない私たちは被害者の死体のそばにその紙切れを落としておいて廊下に出たがそこで美和子はどこかから予備校の笛を取り出して激しく2度吹き鳴らしたそして私たちは別れ別れになって応接間に入っていった 殺人ごっこ2応接間にはもう伊藤探偵の他に2人集まっていたやがてみんながそろうと伊藤を除いて一同が暖炉の前に一列に並んだ無論私たち二人もお互いに離れてポーカーフェイスに努めながらその中に混じっていた伊藤探偵は、 シャーロック・ホームズをまねてパイプをくわえたままその前を行ったり来たりしてみんなの顔をジロジロと眺めたさっき書斎の窓のカーテンの隙間からのぞいていたのが伊藤だったとすれば犯人はもう分かっているはずなのだが彼の方もポーカーフェイスをして威中を表に表さなかったしばらく行ったり来たりを続けたあとで それじゃあこれから現場を調べてくる」とパイプの間から独り言のようにつぶやいてドアの外へ消えていった応接間に残った5人はある者は椅子にかけある者は歩き回りながらお互いに疑惑の目を交わして誰が犯人かを探り合ったしかし分かるはずはない私もこもうまくやってのけた そののき伊藤探偵が書斎へ戻ってきたので、犯人を指摘するのかとみんな固唾を飲んだがそうではなくて書棚の前へ行って一冊の洋書を抜き出しページをくってみたからそれを持ってそそくさと部屋を出て行った私たちはその後へ行って書棚を見たが彼が持ち出したのはやっぱりポーゼン州の一冊であったゴールドバッグの入っている缶に違いない。 それで一応緊張の解けた人々は点でに書棚の本を取ったり新聞掛けの新聞を取ったりして安楽椅子にかけ一時ゲームのことを忘れたようにくつろいでいた美和子が私に目配せをして気づかれないように部屋を出て行った私は1分間ほど我慢をした後で別のドアからそっと廊下へ出た廊下の向こうに美和子が待っていた 私が近寄ると彼女は先に立って廊下を歩いていった女中部屋と台所の間の廊下に2枚の引き戸の閉まっている1軒の押し入れがあった都はその板戸を開いて私を手招きした薄暗い廊下真っ暗な押し入れの中その下段に2人うずくまれるほどの余地があった 来たばかりの女中の荷物が少ないのでそこが空いていたのであるこの都の手招き真っ暗な押し入れの中への手招きは肉感的な連想で私をゾクッとさせた私は体が震え出すのをじっと我慢しなければならなかった私たちは体をくっつけ合ってその狭い暗闇にうずくまった カビ臭いにおいがしたこは板戸をそっと閉めたあとには体内を連想させる真の闇と肉体の感触だけが残った彼女は無感動らしく体を触れさせていたけれども私は硬くなって縮こまっていた彼女が愛情のためにこういうことをするのだとはまだ信じかねたからである 勝手な解釈をしてピシッとたしなめられるのが恐ろしかった暗闇の中の肉体の温かみが本当に体内を感じさせた楽しかったけれども怖かったブルブル震え出すのを相手に悟られては大変だと歯を食いしばっていたもしここで愛情をささやくならば彼女の方からでなければならないと思った 私の方から切り出すなんてとてもそんな勇気はなかった彼女は私の肩に腕を回していたそのずっしりした柔らかい重みが私を窒息させそうだった伊藤探偵はなかなかやってこなかった「ネ金虫には暗号解読表がついているわけではないからあの海賊キットの暗号文の中から 一時,一時数字と記号を見つけて当てはめていかなければならないそれには相当時間がかかるはずだ「遅いわね」みやこが私の耳のすぐそばでささやいた頬に温かい息がかかったその「遅いわねえ」というささやきにはそそのかすような調子は少しも感じられなかった やっぱり彼女はただ子供らしくマーダーパーティーの遊戯に熱中しているに過ぎないのだろう子供の頃の記憶がよみがえってきたかくれんぼをしていて何とかいうかわいい女の子とやっぱり押し入れの中へ一緒に隠れたことがある鬼に見つけられるまでに10分ぐらいかかったと思うがその間に私はその女の子と抱き合ってくっついていた 大人のような遠慮はないからほっぺたさえくっつけ合っていた女の子の方はすもものようにスベスベしていたわらのようなにおいがしたそのことはじきにけんかをしてなかよしで亡くなったが押し入れの中のことだけがいつまでも忘れられなかったしかしみやことわたしのかくれんぼうはもっと長く20分ほどもつづいた 伊藤探偵がなかなかやってこなかったからである大人同士だけに子供のように無邪気にはいかなかった2人の体の接触面がぶしつけなほど熱くなってくるので時々身動きをしてそれを変えるのだがするとまたじきにねっとりと熱くなってくるそれが動機を打っているのだから始末が悪い宮子は その長い間に「遅いわねえ」という全く同じ言葉を3度繰り返したほか何も言わなかった一つは外にささやき声が漏れてはという気遣いもあってだが私の方もだんまりでいた何を言っていいかわからなかったからである私は都の無関心にひどく腹を立てながらしかし一方ではこの接触を楽しんでいたのだが しまいには腹立たしさの方が強くなり早く伊藤が発見してくれることを待ちかねる気持ちになっていたすると廊下を足音を忍ばせて歩いてくるかすかな音が聞こえてきた伊藤に違いない私とみや子は体の接触面で合図をし合った押し入れの板戸の外で足音がぴったり止まった じたたずんで聞き耳を立てているらしい私たちは息を殺したこの危機の刺激によってねっとりとくっついているみやこがにわかに激しくいとおしくなるのをどうすることもできなかったはっとした時には私の右手は彼女の右手を握っていた 伊藤が来たのに怯えたあまり握ったのだと解釈できないこともなかったしかし私はいつまでもその手を離さなかったばかりかだんだん力を込めて強く強く握りしめていった子は別に手を引き離そうとはしなかった気のせいか先方でも握り返したようにさえ感じたしかしそれは 目前の危機に気を奪われた無意識の反射的な動きであったかもしれないしかし都の気持ちを確かめている余裕はなかったその時押し入れの板戸が静かに引き開けられ廊下の伝統の中に伊藤が立っていたからであるあの暗号はいい思いつきだった昼間のうちからちゃんと用意していたんだね無論 だろう。野間は今夜マーダーパーティーをやることを知らないで来たんだからねおかげで解読に随分手間取ったその間君たちはここに隠れていたのかい2二人が押し入れから出る間に伊藤はこんなことをしゃべっていた別に焼き餅を焼いている様子もないまるで空気男の私などは子供扱いにしている調子だった ま君は僕のサイくんを口説いたんじゃないかいいや君にはとてもそんなことできそうもないね <laughs> 伊藤は廊下を先に立って歩きながらそんなことも言った焼いてもいないのになぜそんなことをズケズケ言うのか私は彼の真意を補足しかねた彼の言葉の裏には何かがあっただが それが何であるかを解くことができなかった私たち3人がせつ間に入ると待ちかねていた人々の顔が一斉にこちらを向いた諸君犯人はこの2人だった被害者は食堂に倒れているそれはここに顔の見えない1人だからいずれともお分かりだろう暗号解読に手間だったので被害者は首に紐を巻きつけられたまま 食堂の絨毯の上で今頃はぐうぐう寝込んでいるかもしれない伊藤は暖炉の前に立って皆に説明を始めた私と宮子とは空いている椅子にかけて話を聞く側に回った凶器は紐。も宮子と野間が共犯だ現場にこの紙切れが落ちていてポーの「黄金虫」の暗号が書いてあった さっき僕がここへ来て書棚からポーの本を持って行ったのはそれを解くためだ手数がかかった十何分もかかったこの紙切れを回すから君たちも見てくれたまえと言って暗号の紙切れを手近な一人に渡したこれは文章を書くときに必要ないろいろな数字と記号だが昔のタイプライターは こういうい記号が全部打てるようになっていたこの記号の中で C だけがアルファベットの1字だが俺はコガネムシの暗号文には一度も C の字が出ていないので仕方なく元の字をそのまま入れておいたのだあとの記号をポーの暗号に当てはめてみるとその答えはこういうふうになるここに書きつけておいたからこれもみんなに回してもらおう その紙切れには次のように記してあったこの英文は続いているので話して読むと「プリンシパル・ミヤ」すなわち主犯・ミヤコだね次の行は「コンプリシティの・ノマ」。 すななわち共犯者の間となる。これで犯人が分かったあとは2人の隠れている場所を探すだけだ自分の家だからどこに隠れ場所があるかぐらいはよく分かっている2人は廊下の押入れの中に隠れていたこれで僕の捜査は完了したわけだよ人々の間から拍手が起こった私も都も それに連れにて拍手したそこへ被害者の坂巻が自分も手をたたきながらのっそりと入ってきたずっと倒れたままでいたらしく服が乱れ首にはまだひもを巻きつけていた廊下で聞いていたよどうもマーダーパーティーってやつは犯人が一番やりがいがあるようだねその次が探偵。 被害者は下の下だよ。首をくくられて死んだ真似をして倒れているなんて実につまらない役だ。今度からはスペードのエースを引かなきゃ嘘だね。こさんに共犯者に選ばれた野間くんはあやかり者だ。奥さんと押し入れに隠れるなんて羨ましいと思ったね。暗号は奥さんが書いたのだろうと思うが、 ポーのコのネ金虫とはいい思いつきだったね解くのに時間がかかるからね坂巻の親父はズケズケと変なことを口走った破局1私は毎日のように伊藤の家に入り浸っているものだから伊藤の生活の細部まで自然に分かってきたのだが 彼は日日にに度、三日に一度、昼間家を外にすることがあったどこへ行くのかわからない一人でジョークを演じて歩いているのかもしれないがそれならば私に何も話さないのがおかしい外泊するわけではない午前から午後にかけて数時間の場合が多かった手品師というものは 打ち解けていていも何か秘密を隠しているようなところがあるものだがジョーカー伊藤にもそういう秘密めいた性格があった私はこういう1年に近く彼のことは何でも知っているようでいて本当は相当大きな部分が不明のまま残っていたつきあえばつきあうほど分からなくなるようなところがあった彼の3日にあげぬ外出などもその一つだった ある日、彼の留守中に訪ねて子としばらく話して帰ったことがあるその時私は彼の昼間の外出について訪ねてみた伊藤はどこへ行くんだいよく留守にぶっつかるね彼どっかへこっそりオフィスでも作って我々の全く知らない別の生活をしているんじゃないかなそうよオフィスは持ってるわ。 兜町のビルの一室の中の机1つだけのオフィスよ。私にも来るなと言うんで行ってみたこともないけれど。その部屋は幾人かで借りていて、1人が机を1つずつ持っていて、みんなに共通したボーイが1人雇ってあるんですって。じゃあ株をやってるの？そうらしいわ。そこへ行くたんびにいくらかお金を持って帰るの？ 私たちそれで生活して余るくらいよへえ腕だなもうけるばかりで損をしないのかいそうらしいわジョークの手を使ってるのかもしれないわねしかしそんなにしなくても伊藤には十分生活できるだけの資産があるんだろう。親譲りの彼あなたにそんなこと言った うん。最初会った時にそう言ってたでたらめよ子孫なんてありゃしないわ彼はどっかで絶えずお金をもうけてくるのそれが私たちの全収入よへえ大したもんだなここの生活はひどく派手だからね僕なんか母親の送金だけでピーピー言ってるんだよ そのもうけの手を教えてもらいたいもんだなダメよ彼の秘密なんだもの私にだって教えないわあの人はいろいろ秘密がある人よこの前の義眼義手義足の人みたいにかいうんそうよ心理的にはそんなふうだわ君彼が怖い ええ。怖いのよ。ちょっと奥底が知れないみたい。夫婦でもかい彼は君を愛してるんだろうそれは愛してるけど、打ち明けないのよ。秘密は秘密なのよ。じゃあ、昼間長く留守の時なんか退屈だね。君は焼かないのかいその方は大丈夫よ。 それはよくわかっているの。非常な自信であるそして退屈もしないわ私探偵小説を読む時間が欲しいからもう彼第1ページに犯人の名を書くことはよしたよしたわジョークあって一度そのジョークがみんなに分かってしまうともう興味がないのねまた新しい手を考え出すんだわ。 その時私たちは応接間の長いすに並んで腰掛けていた私の意思がそれを決めたのではない反射的に手が伸びてあっという間に都の手を握っていたそして次の瞬間にはそれ以上の行動に移ろうとさえしていたあらその小さな叫び声は私への抵抗ではなかった 彼女の目は開いたドアに注がれていた私も目の隅でそれを捉えた何者かの黒い影がスーッとドアの向こうを通り過ぎたような気がしたあれ、だ,れだい。わからなささやき合って恐怖の目を見かわした確かに男だった 伊藤ではないかと思った見てくるわ子はそそくさと椅子から立ってドアの外へ出て行ったしばらくすると青い顔をして帰ってきた誰もいないわシゲがいるきりよあれ伊藤じゃなかった私もそんな気がしたの でも影みたいなものだったわ気のせいかもしれないその時玄関のベルが鳴った都にはベルの鳴らし方でそれが誰だか分かったらしく急いで部屋を出て行った伊藤が帰ってきたのであったあ野あ間かちょうどよかった今道で新しいジョークを一つ思いついたんだよ これは私にとっって救いだった。もし何も話題がなかったら私はこの場をどう切り抜けたらいいのか途方にくれたことであろう伊藤はその着想に夢中になっているらしく勢い込んで話し始めたちょっと準備がいるんだがね公園に置いてあるようなベンチを注文するんだそれができたらトラックで公園の中へ運んでもらう 程よきところにそれを吸えるんだねそして俺と君と二人がそれに腰掛けているんだいや二人じゃ重すぎるかな彼は変なことを言ったしかしその意味はすぐに分かったもう一人仲間を誘うんだね三人で腰掛けているんだそしておまわりが巡回してくるのを待つのだよ おりが来たらね3人は立ち上がってそのベンチを持ち上げ公園の外へ運び出そうとするんだおまわりはびっくりして呼び止めるだろうベンチ泥棒と思うからねごたごたやっていると野獣馬が寄ってくる十分見物が集まった頃を見計らって「これは僕たちのベンチですよ」と言って家具屋の受け取りを出してみせるんだ それでもぐずぐず言ったら公園の管理人を呼んでくればいいもともとそこはベンチの置いてなかった場所だということがすぐわかるわけだからねそこで僕らはベンチを運んであっけに取られた見物の中を悠々と立ち去る幕。というわけだよどうだい少し金がかかるけれども実演の価値なしとしないだろううん素敵だ こいつはい,いや一度やってみようじゃないかそして私はすっかり緊張がほぐれそれからしばらくいつものジョーカー雑談をして帰ったのだがアパートに戻ってからこの出来事を思い出してみるとなんだか奥歯に物の挟まったようなすっきりしないところがあったあの影のようにドアの前を横切ったやつはやっぱり伊藤ではなかったのだろうか 彼はこっそり外出から帰って美和子と私の会話を立ち聞きしひょっとしたらあの行動までも目撃したのではなかろうかそしてそっと一度表へ出て改めて玄関のベルを押したのかもしれないではないか帰ってくるとすぐにあのベンチのジョークの話をし始めたのもなんとなく変であった私はあれで救われたのだが彼の方でも 姿を見られたことをごまかすための手としてあんな話を始めたのかもしれないでは彼はなぜ立ち聞きをしたりそれをごまかしたりしなければならないのか焼いているのなら直接私をどなりつけるか出入りを差し止めれば済むことではないかそんなことを私に遠慮するような彼ではないそこに彼の行動には妙な矛盾があった それとも彼は男性としての自分の力を試しているとでも言うのだろうかわざと都を私に接近させたり2人だけになる機会を作ったりして都が私に惹かれるかどうかを試しているのではあるばいいかそう考えると思い当たることがいくつもあったもしそうだとすれば彼は武男の私に鷹をくくり 私がいくらこを愛してもこは伊藤の他の男には見向きもしないのだということを確かめて私を恥ずかしめ優越感を味わおうとする一種のサディズムではないか都自身はこれをどう考えているのだろう賢い彼女のことだからこの不思議な関係に気づいていないはずはない それにもかかわらず私の愛情を強く拒む様子もないのはなぜであろう彼女は浮気女なのだろうか夫としての伊藤は愛しているけれども私の愛情をも拒まないというそんな性格の女だろうかだが彼女がそういう女だとはどうしても考えられないすると伊藤を嫌って 私に傾きかけているということなのだろうかいやいやそんなバカなことがあるはずはないとつおいつ考えていると頭がこんぐらがって何が何だかわからなくなってきた私は抽象的なことはよく覚えているはずだがその抽象のもとはやはり具体的事実である私は今まで書いてきたような出来事を具体的事実と信じているけれども 何しろ空気男のことだからその中には例の白チュームが混じっていないとも限らないもしそうだとすれば私は判断の基礎を失ってしまうわけであるその夜はまんじりともしなかったいくら考えてみても同じ論理の堂々巡りにすぎないと分かっていても愚痴らしくいつまでもその考えをやめることができなかった 私はこれが昔の恋煩いというものであろうかと苦笑しながらつぶやいたものである破局二。それからあのことが起こるまでのひとつきほどの間にこれと似たような場合が数回あった接吻にさえも及ばなかったけれども 言葉のあやによって目遣いによって手の接触によって私と美子とは恋愛遊戯をやっていたのであるもっともそういう気持ちは私の方だけで先方は軽い冗談のつもりだったかもしれないが彼女の強い抵抗を感じたことは一度もなかった彼女は冗談の程度ならば私の愛情を受け入れる気持ちなのか それとも私という男性をバカにしきって問題にしていないのかどちらかに違いないのだがそれが私にはよく分からなかったまさかバカにしているのではあるまいと自ら慰めてはいたのだけれどそういう場合は無論伊藤の不在の時に起こるのだがところが君の悪いことにはいつの場合も二人が話し合っている間にふと身近に 伊のの気配を感じるのだどの場合もほとんど例外なくそうであったある時はさっきの例のように伊藤の影を見ることもあったある時はどこか離れた部屋から伊藤の短い叫ぶような言葉と笑い声がかすかに聞こえてくることもあったまたある時はただ単に伊藤の気配だけを感じた 誰ももいない、音もしない。なな音ししかし私たちのすぐ身近に伊藤がいるという強い感じを受けるのであるそのために私の愛情の表現はいつも中断されてしまうのが常であった私はこの影のような伊藤と心の中で激しく戦っていた彼はジョークの天才のほかに 何か催眠術のような力を持っているのではないかとさえ疑った遠隔催眠というか人に自由に幻想を起こさせる魔力を体得しているのではないかと疑った2人の勝負はお互いの威力の強弱によって決まるのだと思った私はだんだん伊藤と威力の果たし合いをしているような気持ちになっていった これは欲目かもしれないが私は都の心が少しずつ私の方へ傾きつつあるようにも感じていた本当のことはわからないただそう感じるだけなのだがそう感じれば感じるほど私は伊藤が怖くなり始めていた肉体的には何もないキスさえしていないのだが心理的には 私の方では相当深入りしていたのだから相手の男に恐れを感じるのは当然には違いないしかし伊藤という男はそういう関係の相手としては最も難物に属していた妙に奥底の知れない不気味なところがあった私は彼に超人のようなものを感じていたそれだけに怖さもひとしおであった そしてついにあの破局の日が来た伊藤は3日ばかり神戸へ旅をすることになった宮古によると彼は例の誰も知らない要件のために1年に23度は関西へ旅行するということであった私が友達になってから間もなく一度そういう旅をしたらしいがその頃は毎日彼の家へ入り浸るほどになっていなかったので 私は気がつかなかった都と私は彼を東京駅に見送った午前の特急であった留守中は宮古を頼んだよ。伊藤は汽車の窓からメフィストの微笑を見せてそんなことを言ったまるで私を信頼しきっているような言い草であるあの奥底の知れない男はこの言葉によって 私にどんな意味を伝えようう。としたのであろう彼は私の都に対する心持ちを知りすぎるほど知っているはずだ。また、都がそれに対して無抵抗に近いことも分かっているはずだ。その私に向かって「頼んだよ」というのは自由に楽しみたまえと言わぬばかりではないか。だが、 彼がそんな意味を含めたはずがないことは分かりきっているでは例の「できるならやってみるがいい」というサディズムめいた嫌がらせだろうかその優越的な自信のほどを示したのであろうかどうもそうとも信じきれない何かがある何かが奥歯に挟まって残っている私と美和子は電車に乗り 途中で別れて帰ったがアパートの四畳半でくよくよ物思いにふけっているうち今夜アパートへみやこを誘ってみようという気持ちになった思い立つと一刻も我慢ができなかった私は絵画の事務所の電話へ走っていったみやこは私のアパートへ二三度来たことがあるしかしいつも伊藤と一緒だった一人で遊びに来たことは一度もない 電話をかけると夕方行きますごちそう持っていくわと答えたそれを聞くと私はもう胸がドキドキしてきた無論うれしいのだが怖くもあった遠くにいる伊藤を恐れる必要はなかったこその人が怖いのである彼女は約束のとおり 5時ごろ私の汚いアパートへやってきた。私はことさら彼女を迎えるために掃除などしなかった本や新聞や出前の洋食弁当のどんぶりなどが散らかっているままにしておいた掃除をするとはげた壁や赤くなった畳が目立ってかえってみすぼらしくなるしまたそういう構えた迎え方は私の趣味ではなかった 紙に櫛を入れもしなかったし着物もシワになったふだん着のままでいたみやこは和服を着てやってきた洋服も和服もよく似合う女だった日本式の柳腰しのガニ股ではなくて背が高くて足はスラッと伸び胸も腰もかっこよく膨らんでいたので洋服にも適したからだ和服の姿もよかった 現在の女性がしているように和服を洋風に着こなす術をその頃から心得ていた彼女は笹寿司の檻りを下げていた私は土瓶を下げて下に降り熱いお茶をもらってきたまあ、ずいぶん取り散らかしているのね。宮子はそう言って辺りを見回したがそれを片付けようとはしなかった。 隅に置いてある机の前に座るとまず本立ての探偵小説の背中を見た洋書も混じっていたあらこれ何このビッグボーミステリーっていうのザングビルなんて人知らないわそのころは無論まだビッグボーの翻訳は出ていなかったドイルの初期と同じ時代の古い作品だよ面白いよ 心理的民ストリックの先祖だねザングウィルというのはその頃有名だった左がかった普通の小説家だええー、面白そうね読んでみようかしら君の家にもあるよ本棚のドイルの前辺りに置いてあった黒い小型本だからすぐわかるよ伊藤はどうしてこの本のことを教えてくれなかったのかしら そんなトリックの元祖なら自慢するはずなのに彼はあまり認めていないのかもしれないねあなたは好きなの大好きだよ僕のベスト10に入るくらいだじゃあ読むわその調子が「夫の好みよりあなたの好みの方が好きだわ」というふうに聞こえた「僕のアパートへ一人で来たの。 初めてだ、ね、ええでもこの部屋は知っているわ相変わらず汚いのな君がここへ遊びに来ても伊藤は怒らないのかい怒るわ出発する前にまさかそんなことはしないだろうけどあいつの家へ行っちゃいけないと言ったわへええ、そんなこと言った君 い,い,のかいでもないしょよまだ言ったわ私のうちでだって2人きりで会っちゃいけないって厳しい顔して言ったわちゃんとお目付が頼んであるぞって言ったわでも平気よ何でもないんですもの退屈だったら男のお友達のうちだって遊びに行っていけないって方はないわね 変だなあそれほど警戒するくらいなら僕たちを接近させなけりゃいいのになぜだか僕たちは暗闇でくっついて座る機会が多かったねあれは一体誰の意思かしらそんなふうに座らせないでおこうと思えば彼にならどうにでもできるわけだからねあれは私の意思よこの大胆な漂白に、 私はぎくっとしたうれしいというよりも驚きの方が大きかったでも君は知らん顔してたじゃないか僕はブルブル震えているのに君は平気だったじゃないか平気じゃなかったわ私あなたが震えているのを感じて感動していたのよ女はああいう時我慢強いものよ 偽善者なのね、でも私嬉しかったそして初めて彼女の方から私の手を握った私はもう無我夢中になって彼女のすべすべと張り切っている体を息が止まるほども抱きしめた恐ろしい破局が来たのは それから30分ほどしてからであったぎょっと気がつくと私たちの枕元に真っ青な顔をして怒りにブルブル震えている伊藤の黒服姿が立ちはだかっていたそれが巨人のように大きく見えたドアには内側から鍵をかけておいたそれを彼は やすやすと開いたのだ。事務所のおばさんが私がいるのに合鍵を渡すはずはない。伊藤は何かの方法で私の部屋の合鍵を作って用意していたのに違いない。何も言うことはない。みやこ。帰るんだ。伊藤はそう言って手荒く。彼女の腕をつかんで引き起こした。それからみやこは？ 恥ずかしい身じまいをしなければならなかった私は観念して目をつぶっていた今にも鉄拳が飛んでくるかとそれを待ち構えていたしかし伊藤は何もしなかった部屋がしーんと静まり返っているので変だなと思って目を開いた時には伊藤も都ももうそこにはいなかった 後にドアがぴったり閉まっていた監禁私は心臓が空っぽになったような気持ちでそのまま身動きもしないで寝転んでいた何も考えられなかった汗をべっとりかいていた 恐ろしい夢を見た後の感じだったその時下から事務所のおばさんが呼びに来た坂巻から電話がかかってきたのだ私は急いで階段を降りたが中段で目の前がスーッと暗くなって危うく倒れるところであった手すりにつかまってやっと転落を免れた電話は伊藤が 私の処分を伝える伝言だろうと覚悟していたがそうではなかった野間君かい坂巻だよ昨日伊藤君の家へ行ったら誰もいない女中に聞いてみると美和子さんはどこへ行くとも言わないで外出したというんだまさか君のアパートへ行ったんじゃあるまいな坂巻は自宅へ帰ってから電話をかけたのであろう 来ていたんだよだがつい今しがた帰った坂巻さんは伊藤に何か頼まれていたのかいさっき都が口にした「お目付」という言葉をとっさに思い出してあからさまに尋ねてみたいやそういうわけでもないがちょっと心配になったんでね君都さんに手を出しちゃいけないぜ。 どうもそんなふうな兆候が見えるのでわしはハラハラしてるんだ。注意してくれよ。せっかくの我々のクラブがめちゃめちゃになってしまうからね。いや、それだけならいいが、何か恐ろしいことが起こりそうな予感がするんだ。いいかい、君。大丈夫だろうな。心配しないでもいいよ。大丈夫だよ。私は、 そう答えるかはなかったそれから丸2日の間私はアパートの部屋に閉じこもったきりどこへも出なかった本も読まず新聞も読まず食事も一日に一度そばかうどんを取るくらいでほとんど絶食に近くただ天井をにらんで寝そべっていた23度電話がかかってきたが相手の名も聞かないで いいないとっっって断ってもらったひょっとしたらその電話はこからかもしれないと思ったが歯を食いしばって我慢した今彼女と話したりしちゃいけないと思ったあの出来事があってから3日目の昼過ぎドアにノックの音がした聞き慣れぬノックのしかたであった私は捨て鉢になって黙っていた するとドアが開いて坂巻が入ってきたジョーカークラブで最年長の手品卿太っちょの料理屋のおやじである酒飲みのてらてらしたあから顔で笑いながら入ってきたどうしたんだね今事務所のおばさんに聞いたんだがまるで飯も食わないそうじゃないか何かあったんだねいやんでもないんだ 少し気分が悪くてね。坂巻は私の机の前の座布団に座ってタバコを出しながら首を前に突き出し声を潜めて話しかけてきた私はふてくされたように両手を頭の後ろに当てて仰向けに寝転んだままでいた変なことがあるんだよ伊藤君は神戸へ行くと言って出発したが。 旅行なんかしなかったらしい。その日のうちに帰っているんだ。昨日の夕方伊藤君の家へ行ってみたんだがね。彼うちにいることはいるらしいのだが、誰にも会わない。みんな門前払いだそうだ。もっとおかしいのはね。信也に聞くと奥さんの姿が見えないって言うんだ。 外出したのじゃな,いなんだかひとまえとじこめられているらしい「しょくじはどうしているんだ」ときくとしげやははこばないだんなさまがだいどころからなにかもっていってやっているらしいというんだいとうくんはしょさいにとじこもってだれにもあわないしげやにそこへしょくじをはこばせよるもそこのながいすでねているらしい。 シゲヤが入っていってもひと言もものを言わないで怖い顔をしているというのだ君これは一大異変だよそうかそんなふうになっているのかそれじゃあこは電話などかけられないし手紙もよこせないわけだそこで俺は考えてみたんだがねこの異変は どうしても君に関係がある。そうとしか考えられない。なぜと言ってみたまえ。いいかいこの間電話をかけたとき、君は、こさんが来ていて、今帰ったところだと言った。それは、伊藤君が出発した日の晩だ。重也に聞くと、君とこさんが、伊藤君を東京駅へ見送りに行ったという。 その晩のことだよ。伊藤君の留守中に都さんが独り者の君の部屋を訪ねるしかも夜だこれがすでにただごとではないいいかいそれがだあの晩わしが電話をかけたのはまだ宵のうちの7時ごろだった宮子さんが君を訪ねたからには そこにはよからぬ思惑があったに違いないそれが7時という早い時間に亭主のいないうちへ帰るというのは不自然だおかしいいいかいそこで俺はこういう想像をめぐらしたんだよ坂巻はそこまで言うと思わせぶりにひと休みして たをスパスパといしそうに吸い続けた私は彼の話術に並行してズバリと言ってのけた「そうだ君の考えたとおりだよ伊藤は汽車には乗ったがどこか近くの駅で降りてしまったそして私のアパートを探ってみや子がまだ来ていないとわかると自分のうちの周りをウロウロして見張っていたのだ」 それからこが外出するとそのあとをつけてここへやってきたドアの外で何もかも聞いてしまったそして頃合いを見てここへ飛び込んできたんだそれからどうした坂巻は好奇心に目を輝かせてさらに私の方へ顔を突き出したあいつはこさんの手を引っ張って連れ帰ってしまった それだけだ。えけんかにはならなかったのかい俺は殴られるかくごをしていたが何もしなかった俺には言葉さえかけなかったうーんよくよくおこっていたんだね口げんかなんかいじょうの心からの怒りというやつだなそしてうちへかえると 奥さんを一室に監禁して自分も一間に閉じこもってしまった恐ろしいことだな坂巻はじっと私の目を見つめた私も無言で彼の目を見返していた実はね坂巻が打ち明けるように言った俺は伊藤君に頼まれていたんだよ 旅行の留守中君とみや子さんに気をつけてくれってねこの間の晩電話をかけたのも実はそのためなんだそういうわけでこの件については俺も責任を感じなければならない立場なんだよそう言って小首を傾けて考え込んでしまったそこで私は言ってやった責任は伊藤にもある え伊藤にそうだよ彼が俺たち2人をくっつけたようなもんだよそれはね僕らはよく真っ暗なところでジョーク遊びをやるだろうその時決まったようにみやこと僕と隣り合わせになって体がくっつくんだ俺もそうしたかったし聞いてみるとみやこもそれを望んだというんだが「伊藤がそうさせないようにすれば」 いくらでもでもきたんだそればかりじゃない伊藤のうちで僕と宮子と二人だけになるような機会が幾度もあったそういう時に伊藤のやつはまるで影のように僕らにつきまとってこっそり立ち聞きしたり覗いたりしていたんだそして少しも文句を言わなかったんだなんだかそれを楽しんでいるような風なんだ まさか楽しむ気持ちなら今度だって怒ることはないじゃないか伊藤くんが失望の底に沈んでいるのは嘘じゃないよお芝居とは思えないよここにたった一ついろいろな矛盾を矛盾でなくする解釈があるんだそれはねサディズムだよ伊藤というやつは、 恐ろしいサディストだとほう,解釈だおうそれはどういう意味だね私はむっくりと起き直って坂巻の正面に座っていた優越感の満足と言ってもいい僕は都を一目見た時から惚れていた伊藤にはそれがよく分かっているそれで都をわざと僕に接近させて 僕が反問するのを見て嘲笑しようという優越者の遊戯を思いついた僕はいじめられっ子であいつはいじめっ子の楽しみを味わおうというわけだよだからあいつはせいぜい僕らが一緒になる機会を作ってそれをどっかから隙見して悦に言っていたんだジョークというものにはそういう残忍性があるあいつはジョークの天才だから その方の性格は十分備えているわけだ彼が100%の自信を持っていたのも無理はないよ彼はあのスマートな講談師で俺はこういう顔をしているんだからねまるで勝負にならないそれが彼の付け目だったそしてあの晩までは彼の思うつぼに運んでいたこいつは危険だと思う時には あいつはどこからか現れてそれ以上の信仰を妨げていたしかし信仰を妨げなければならないということはすでに地震喪失の一歩手前ださすがの彼も少し迷い出してきたひょっとしたら都の方でも僕に好意を持ち出したのじゃないかという疑いが兆してきたそこで偽装旅行をやって試験をしてみることにした するとあの始末だからね彼は一挙に自信を失った得意の絶頂から真っ逆さまに転がり落ちたこれはああいう男にとって恐ろしい悲劇だよそれが女房を横取りされた怒りを2倍3倍に強めているんだ君の言うように一間に閉じこもってじっと考えている彼の心境は あんた,んたるものだね俺はなんだか怖くなってきたみやこさんを救い出さなければ地下室しゃべっているうちに私は得体の知れぬ恐怖に襲われ始めたみやこはいじめられているに違いないひょっとしたら一間に閉じ込められて 食食事を与えなないいいで絶食のの刑にしているのじゃないだろうか私がそうつぶやくと坂巻も赤な顔を白くしたうんあの気性の激しいやつのことだからそんなことも考えられなくはないね私たちはまた顔を見合わせてしばらく黙り込んでいた行ってみようどうもこれはただ事ではないよ。 私はもう立ち上がって外出の用意をし始めたうんそうした方がいいかもしれんな坂巻もそわそわしていた私たちはバスに乗って伊藤の家へ急いだ伊藤家の門前にはタクシーが止まっていて女中の茂がよそ行きの服装で運転手と一緒に車へ荷物を運んでいるところだった 暇を出されたという様子である。どうしたの？君、どっかへ行くの？私が尋ねると、しげは、お暇が出ましたの。これから本家の親戚へ参ります。と言った。じゃあ、君の代わりの人が来たのかい？いいえ。伊藤君や奥さんはいるんだろう？ええ。 君が言っちまったら困るじゃないか。奥さんが台所をやるのかい？いいえ。奥さんは顔をお見せになりません。私、挨拶もできなかったんです。伊藤君は？旦那様は地下室です。え、地下室って。地下室で朝早くから仕事をしていらっしゃいます。仕事？ セメントをこねて。地下室の床から水が漏ると言って直していらっしゃるのです。そして君に暇を出したんだね。私。なんだか訳がわかりませんわ。私たちにもわけがわからなかった。伊藤の家には西洋風の地下室があった。彼はそこにぶどう酒などを保存していた。しかし。 地下室の水漏れを何も自分で直すことはないだろう職人を雇えばいいではないか私と坂巻とはまた青ざめた顔を見合わせたともかく行ってみよう私たちはしげに分かれて門の中へ入っていったポーチに上がってドアを開こうとしたが鍵がかかっているベルを幾度も押したけれども何の反応もない 「一刻も猶予はできないという危機感が胸を締めつけた私たちは建物の横手を回って台所口へ急いだ窓という窓は皆閉め切ってカーテンが引いてある台所口の戸には鍵がかけてなかったので我々はそこから入っていったどの窓にもカーテンが引いてあって家の中は薄暗い電灯もついていない しーんと静まり返って空き家のようだ「伊藤君!」と何度も声をかけたが答えがないので地下室へ降りてみることにした私たちはその降り口をよく知っていた行ってみると降り口の上げ板が開いたままになっていてコンクリートの階段が見えているその辺は外光も入らないので真っ暗だが 地下室にはカンテラが置いてあるらしく赤っぽい光がかすかに階段を照らしていた伊藤君私は大きな声で怒鳴ったが何も答えないそのくせ下からはガサガサと変な物音が聞こえてくるのだ何か危険が待っているような気がして急には決心がつかなかったがいつまでも躊躇しているわけにはいかない 二人は小声で相談をして降りてみることにした私が先に坂巻は後からコンクリートの階段を一足ずつ探るようにしてビクビクしながら降りていった地下室は45坪の広さで周りに木の棚があり酒瓶やいろいろなガラクタものが詰め込んであったその真ん中に3坪ほどの なもいいいていないコンクリートの床が見え、その一方にトタン板を広げてセメントと砂利を混ぜた跡があったそのそばにカンテラを置きつるはしやシャベルが立てかけてあるまた一方の隅には古いコンクリートの砕けたのが山のように積んであった伊藤はパジャマ姿で床の真ん中に四つんばいになって 大きなこてで流したセメントの上を平らにこすっているところであった伊藤ん、いをしているんだ。私は激しい声で呼びかけた伊藤はゆっくり顔を上げ私たちの方を見てあのメフィストの微笑を浮かべたそれが赤ちゃけたカンテラの逆光線を受けて 異なにちょっと素人細工をやったのさ下から水が湧き出してくるんだねだがもう済んだよ私はそこだけ色の違っている新しいセメントを見た不規則な長方形でちょうど人間が寝たぐらいの広さである 奥さんんはどうしたんだ普通ならば私はそんなことを聞ける立場ではなかったしかしこの異常な雰囲気の中では世間並みの常識などどこかへすっ飛んでしまっていた伊藤は答えなかった四つん這いになっていたのがうーんと腰を伸ばして立ち上がり汚れたタオルでセメントのついた手をこすりながらむっとした顔つきで押し黙っていた 伊藤君野間君には答えられないかもしれんが俺ならいいだろう本当に奥さんはどこにいるんだ坂巻が穏やかにもう一度訪ねたすると伊藤は負傷不署不に顎で会場をしゃくってみせたどっかにいるよ俺はあいつとはずっと口もきかないのだ あいつの方でもすまないと思うのか。なるべく俺に顔を見せないようにしている何だったら君たち探してみたまえ私は探しても無駄だと思ったが坂巻がしきりに袖を引っ張るので一緒に探してみることにして伊藤を残して階段を上ったそれから12階とも部屋という部屋のドアを片っ端から開いて探したが の姿はどこにも見えなかった君いないに決まっているよ早く戻らないとあいつ逃げてしまうかもしれない私はまだ諦めきれないような顔をしている坂巻をせき立ててもう一度地下室へ降りていった伊藤は逃げもしないでもう平らになっているセメントの上を小手で念を入れてこすっていた 奥さんはいないなよ。君はあの人を一体どこへ隠したんだそう怒鳴った私の声は劇場のために恐ろしく震えていたどっかへ外出したんだろうそんなことはない女中のしげとさっきもんであったが奥さんは一間に閉じ込められていると言った外出してないことは明らかだところが今調べてみると 鍵のかかのったドアななんて一つもない。どの部屋もみんな見ることができたさあどこへ隠したんだ君にそんなことを聞く資格があるのか伊藤は少しも劇場を示さなかった今もあのメフィスとの笑いを続けていた 俺が何かしたということとは別の問題だ。もっと大きな問題だ。それから一つ聞くが。シゲになぜ暇をやったんだそれと奥さんがいなくなったことと何か関係があるんじゃないのかシゲがいては都合が悪いことがあるんじゃないのかおい、野馬、まあ。君にそれを聞く資格があるのかと言ってるんだ。 じゃあ、俺が聞く今野間君の訪ねたことに返事をしてくれ坂巻が彼にしては精一杯の強い口調で怒鳴った伊藤は呆然として突っ立ったまま黙り込んでいたよし俺は調べてみるもう我慢ができないんだ坂巻さん 君は伊藤が動けないように押さえつけていてくれ俺はここを掘ってみるんだ私はそこに立てかけてあったシャベルを取って新しいセメントの部分を掘り返し始めたまだ乾いていないのでそんなに手間はかからなかったじきに女の根巻きらしい布の一部が見えてきたやっぱりそうだったああ 私の推察は的中したのだ。私はこの異常な墓掘り仕事を夢中になって続けただんだん全身が現れてきた体を傷つけてはいけないので伊藤の捨てたコテを拾って注意深く掘り進んでいったそしてついに全身が現れた顔の部分もはっきりわかるようになっていた 不思議なことに伊藤は少しも逃げようとはしなかった坂巻に後ろから羽交いじめにされたまま相変わらずメフィストの微笑を浮かべていたカンテラの光はセメントの穴の中まで届かないのでそこは非常に暗かった私は注意してコテを使っていたのだがついに手元が狂って都の顔に強く当たってしまった 私は、ぎょっとして手を止めた。顔を傷つけた心配のためではない。そんなことではない。もっとへんてこな、途方もない驚きであった。コテがそこに当たったとき、やわらかい人間の肉体ではなくて、何か硬い物質をこするような妙な音を立てたからである。私は、 一瞬間にその真相を悟った。なんだか高い屋上から突き落とされたような感じだったそれは限りない驚きというよりはむしろ恐怖に近いものであったそこに埋まっていたのは一個の人形に過ぎなかったのだその同じ瞬間に 地下室の中に恐ろしい笑いが爆発していた <laughs> どうだ。二人ともすっっかり一杯食ったな。この勝利の叫びは伊藤の口からほどばしたのだああなんということだこれが全て伊藤のたくらみにたくらんだジョークだったのか 私たちはあまりのことにものを考える力さえ失ってぼんやりと突っ立っていたぼう然自失完全にいっぱい地にまみれたのである伊藤は階段を駆け上がって「おーい都」と呼び立てたそしてしばらくするとおそらく押し入れか何かに隠れていたのであろう さっき私たちはそこまでは探さなかったみや子が伊藤に連れられて階段を下りてきた伊藤の後ろに隠れるようにして地下室に降り立った彼女は私の気のせいか青ざめ重やつれして悲しげな顔をしていた無理ににっこり笑ってみせたがひと言も口はきかなかった私たちは敗北感だけではなく もっと複雑な意思でその場にいたたまらなくなっていた普通のジョークなら笑って乾杯でもするところだがこの深刻なジョークにそんな気が起こるものではない私たちは方法の程で挨拶もそこそこに伊藤家から逃げ出したのである空気男の推理 1そのことがあってから伊藤蓮太郎の生活が一変してしまったジョークパーティーも全く開かなくなったしジョーカークラブもうやむやのうちに解散しても同然となった私は無論ん、宮古に会いたくてたまらなかったけれども伊藤に現場を見られた深刻な恥ずかしさと地下室での敗北感に妨げられて 伊藤の家を訪ねる勇気はなかっただから私が直接見聞きしたわけではないが元のジョーカークラブ員たちから彼らが伊藤家を訪問した時の策抜たる模様を伝え聞いていた「尋ねるとね不詳不詳に会ってはくれるんだよ」しかし書斎にも通さない客まで追っ払われるんだ。 女中がいないのでお茶も出せませんと言ってブスッとしているんだまるで人が変わってしまったあの様子じゃ奥さんはまだ監禁されているのかもしれないぜあの男雄弁だろう。その雄弁家が黙りこくっているんだからこっちは物が言えない結局不愉快になって帰ってしまうのさ愛妻家の戸籍課長が 一度私ののアパートをを訪ねててそそんな話をしていった。当座、今まで私のところへ来なかったメンバーも次々と顔を見せた事件の中心である私がどんな様子をしているかを見に来るのである私はメンバーたちには隠し立てしないで全てのことを話してやったそれらのメンバーたちは同じ好奇心から伊藤の顔も見に行っているのだが その訪問の時の話は戸籍課長の話と大同章尉であった伊藤は元の仲間の誰にも一切会いたくないという意思を無遠慮に表明しているのだ子はごくまれに顔を出すらしいが誰が訪ねた時にも一緒になって話をするでもなくだんまりで無友病者のように立ち去ってしまうというこれによって想像すると彼女は 時には監禁を解かれることもあるらしいだが多くはやはりどこかの部屋に閉じ込められているのであろう私たちはこのままジョーカークラブをやめてしまうのも名残惜しいので伊藤を除いた6人のメンバーで時々集まりを催すこともあったその会場には坂巻のやっている料理屋の一室を使った他のメンバーは 適当な部屋坂巻は精いっご馳走してくれたがどうも話が弾まなかったやっぱり伊藤は会を運行する中心人物の性格を持っていたのだ伊藤というリーダーのいなくなった集まりは実に寂しかった我々もジョーカーの資格は多少持っていたのだが伊藤に比べたら問題にならない伊藤ほどの相違ある企画 豊富な話題を持っているものは一人もなく、話に詰まってともすれば座がしらけただんだん決まりが悪くなりいつとはなくこの第2次のジョーカークラブも解散になってしまったそれにはその頃になって太平洋の戦争が日本本土に及んできて空襲もだんだんひどくなり東京の人間は援護を求めて田舎へ疎開を始めていた。 そういうい仏上騒然たる中でジョーカー遊びでもあるまいという事情もあった事件から12か月の間私は都のことが忘れられないで悶々として暮らしていた多くの時はアパートの四畳半に寝そべって天井ばかり眺めていたよく考えてみるとこういう結果になったことは必ずしも私の完全敗北ではなかった もし完全敗北ならば伊藤はクラブ付き合いをよしもしないし都を監禁もしなかったであろう都はまだ私に心惹かれているのだそれをよく知っているので伊藤は彼女を監禁しなければならなかったのだ地下室の人形事件では彼が勝者であったにもかかわらずこういう結末になったのは都が私が。 私に心惹かれているためだとしか考えられないもっと思い過ごせばあれ以来都は伊藤への愛情を拒絶し続けているのではあるまいかそれが彼をこれほどまでに怒らせているのではないだろうかそう考えると私は一層そう都に会いたくなった会って彼女の真偽を正したくなったしかし 電話はダメだし手紙も伊藤に開封されるだろうせめて女中でもいれば媒介にする手もあるのだが今はその女中さえも置いていないらしい出入り証人を利用するのはどうだろうかそれも考えられるだが何よりも私自身の目で彼女を見るのが最も必要なことではあるまいか一目見交わしただけでも人の心がわかるものだ それからというもの、私は毎日毎日伊藤の家の周りを悲しい犬のようにうろつき回ったいくら空気男の私でもこの愛情だけは忘れることができなかったからだなるべく目立たない服装をしてハンティングを目深にかぶって散歩の人と見せかけてあの家の周りをぐるぐると回り歩いた私はなぜか こは2階の寝室に閉じ込められているものと思い込んでいた寝室の窓は建物の横手に開いていたので私はコンクリートの塀越しにその窓の下にたたずむことが多かった幾日も幾日も通い詰めたがある日の夕方のことついに目的を達した窓のカーテンを半分ほど開いてこが外をのぞいていたのである 私は動機を早めながら下から彼女の顔を凶視した早くこちらを見下ろしてくれと念じながら石のように立ち尽くしていたやっと彼女の目がこちらを見た距離があるので細かいことは分からなかったが子は痩せて青ざめていた何よりも悲しかったのはその青い顔が狂人のようにうつろであったことだ 目は確かに私を見ているのだがその目には何の表情も現れていなかった二人は長い間顔を見合わせていたしかし彼女の表情にはかすかな動揺も現れないのだそしてその幕切れが恐ろしかった美也子は窓から片手を出して振ってみせた あちらへ行けというのだ「伊藤に見られるといけないから」という意味にはどう考えても解釈できなかったまるで路傍の人のように「こじきか何ぞにしてみせるようにただあっちへ行け」と言っているに過ぎないのだこんなはずはないもし彼女が正常な心を持っているならばこんな真似をするはずはない 気が狂っってしまったのだろうか。それとも伊藤の執拗な呵責に気も心も崩れてしまったのだろうか都は手を振ったあとピシャッと窓を閉めカーテンを閉じてしまった私は横っ面を平手で張られたような気がしたしかしそれでもまだ諦めきれないでそれから長い間日が暮れるまでも塀の外に立ち尽くしていたが 宮の姿は二度と見ることができなかった私は絶望してアパートに帰った私はやっぱり空気男であったあの時どうしてそれに気がつかなかったのであろう漠然としたお化けのようなものが心の隅にわだかまっていたしかし長い長い間私には そのものののも正体がかからなかったのだ。私は事件があってから2か月ほど天井眺めの捨て鉢な日を送っていたが空気男の取り柄は諦めの早いことであったつまり愛情すらも忘れっぽいのであるそんな男としては都への愛情は生涯にまたとないほどのものではあったが私は 少年時代から失敗に慣れていたいつもその痛手を早い忘却が癒してくれた都の愛しい面影もいつとはなく私の心の表面から薄れていったそれに伴ってあのメフィストのように賢い伊藤の面影もそしてプラクティカルジョークというものの面白さも 事件から2か月ほどすると伊藤夫妻があの高木町の洋館を売ってどこかへ引っ越していってしまった私は久しぶりに訪ねてくれた坂巻からそれを聞いたそして空き家になった西洋館を見に行く気にもならずあの趣のある建物さえも記憶から薄れていった 空気男の推理2私が深夜ガバと布団から羽を切るほどの衝撃を打たれたのはそれからまた1ヶ月ほどたってからであった私は空気男と言われているけれども抽象の論理は好きでありいささか得意でもあった論理の組み立てにも相違というものはある その総意が私の場合は床に入って半水半生の折に湧き上がることが多かった青年時代昼間はどうしても解けなかった数学の問題がそういう半水半生の時にハッと解けることがしばしばあったその日私は読書に夜更かしをして眠りにつこうとしたのは深夜の1時頃だった うとうとと反水反省に陥った時伊藤夫妻の秘密が瞬間に私の心にひらめいたのだ私はいきなり布団の上に置き直ってその前後の論理を考えた一時間も二時間も考えていたそして結局それに間違いないという確信を得たのである私はその翌日 坂巻の店に電話をかけて非常に重大な話があるからすぐアパートへ来てくれないかと頼んだジョーカークラブのメンバーでは坂巻が一番懇意だったしいろいろな意味でこの秘密を打ち明けるのには彼が最適忍者であった昼過ぎ坂巻はあの太っちょのあから顔をテラテラさせて私のアパートへやってきた2人は 同じ机に顔を突き合わせてドアの外や壁一重隣へ聞こえないくらいの声で話し合った話し手は主として私だった僕は昨夜、べ非常な発見をしたんだそして十分考えてみたがあらゆる論理がその発見と一致するのだ発見というのはむろん伊藤夫妻の秘密についてだよ 坂巻は聞き手に回って額にシワを寄せてじっと聞き耳を立てていたたばこを押しきりにふかしたまずこういうことがある君も想像しているようにみや子と私とは愛情の関係を結んだそれを伊藤に見つけられたんだがこの愛情は僕の方だけの一方的なものではなかった ほうでも僕を深く愛していたことは明らかだそのみやこがだよたとえ半分は監禁されていたとしても僕に何の連絡も取れなかったというのはおかしいじゃないか僕のほうではいろいろ連絡を考えたがそれは難しかった電話でも手紙でも伊藤に横取りされる心配があるからねしかしみやこのほうから電話したり手紙を出すことは 必ずしも不可能ではなかったと思うだから彼女は連絡が取れなかったのではなくて取ろうとしなかったと考えるほかはない待ちたまえそれにはもっと確かな証拠があるんだ僕は耐えかねて伊藤のうちの周りを幾日も幾日もうろつき回ったことがあるそしてある日とうとう2階の窓から覗いている美恵子と 顔を合わせたのだ。私はあの日のことを詳しく話して聞かせた坂巻は私の執念に驚いたらしいが何も言わなかった彼女が気でも狂ったのなら別だがそんな態度は僕には考えられないことだもう一つ思い出してくれたまえ。地下室に埋めたのが人形だと分かった後で伊藤は都を連れて降りてきたね あのの顔を思い出してくれたまえいくら監禁されてやすれていたといってもあれは僕らの知っているヤコとはまるで別人のようだったじゃないか僕が事件後ヤコを見たのはこの2度きりだが今考えてみると二度とも彼女の顔をはっきり見ることはできない状態だった一度はあの赤ちゃけたカンテラの遠くからの光線 一度は塀外から2階の窓への遠見だったこれらのことは何を意味するか無論君も気づいただろう事件後のこは替え玉だったのさ天才的ジョーカーの伊藤のことだこさんとそっくりの女をどこかから探し出してくるのは必ずしも難しいことじゃない替え玉が窓から顔を見せて手を振るなんて シャーロック・ホームズのブナ屋敷だよ伊藤はあの探偵小説から着想したのかもしれないその時坂巻がいぶかしそうに口を入れたうーん替え玉だったのかしかしそれじゃあ本物の方はどこへ行ったんだ殺されていたのさだから本物を僕らに見せようったって見せられなかったのさ 君にはどうしてそれがわかるんだ昨夜眠りかけている時僕の癖のインスピレーションで突然気がついたのさだがもう少し聞いてくれまだまだデータがあるんだいいかい伊藤はあの直後なぜクラブを解散してしまったかクラブの連中が遊びに行った時なぜ客間だけで追い返したかそれは 長いさせては替え玉に気づかれる心配があったからだしかしこのごまかしもふたつきで精いっぱいだったあらゆる危険を予期しながら2か月も我慢していたのはさすがに伊藤だったよまだあるずっと前に義手義足の男を連れてきてパーティーを開いたことがあるねあの時食事のあとで伊藤が抗議をしたのを覚えているだろう。その中で ジョークというものは犯罪につながっている。犯罪者のトリックはジョーカーのトリックと同じだと言ったそして自分も犯罪のトリックを考える時が来るんじゃないかと思うと恐ろしいと言ったあの話はいわば彼の一つの予言みたいなものだったでは本物の都をどう処分したかということだが それがジョーカーの天才が考えつきそうな手なんだよ僕はみんながどうしてそこへ気がつかなかったかと不思議に思うくらいだ分かった坂巻があから顔を白くして座布団の上から飛び上がるようにした無論手品師の君に分からなきゃ嘘だよ手品の種は二重底さいやそこはないが 二重の隠し方さ。もう一つ言えば一度探した場所は二度探さないという心理を利用したのさあいつは都を殺して地下室のコンクリートを掘り起こしずっと深いところへ埋めたんだその上に土をかぶせておいてそのまた上に人形を寝かせて新しいセメントを流したのだ どうだい、ジョーカーの心理としてこいつは非常に誘惑的なトリックじゃないだろうかうーんそうか人形を死体の上に置いたかその上の方の人形だけを私たちに発見するように仕向け大がかりなジョークと分かって大笑いというわけだねこのトリックはジョーカーがやったから成功したんだな。 よくもここまでやったさすがジョークの大天才とくるだが普通の人間がこんなトリック使ったら子供もだましでいっぺんにバレちゃっただろうねそうだよあいつがジョーカーだったから一応うまくいったんだジョークが絶好のカムフラージュになっただがよく考えてみるとこのジョーク一向に生えないジョークだったね なぜといって見物は君と僕二人きりだったじゃないかジョーカーは虚栄心が強いできるだけ多くの人に自分のジョークを見せたがるものだところがこの人形ジョークは一方にみや子と僕のスキャンダルがあるので人には知らせられない君も僕も黙っていることは明らかだったねっ これがまた一つの論拠になるわけだよ共栄心の強い彼があれだけの大がかりなジョークをたくらんでたった2人きりの見物で満足するはずがないこの心理から言っても人形ジョークは死体隠蔽のカムフラージュだったことは明らかだよ私が話し終わると坂巻はしばらく目をつむって考えていたが困ったような顔をして こんなことを言った。分かった。君の推理はどうも当たっていそうだ。あいつは君が掘り起こした。セメントを元通りに塗って、あの家を売ったに違いない。ところが困ったことには、あのうちには今別の一家が住んでいる。地下室を掘らせてください。と言ったって断られるに決まっているよ。とにかく突拍子もないことだから。 こっちがきちがいやつかいされるのがおちだろう。なにか明暗はないかね明暗はないよ。警察に知らせて、警察の手でほってもらうしかない。それがだね。警察にしたって、わたしたちを信用するかどうか。警察なら、推理の順序を話せばわかってくれるかもしれないよ。だが、 空気男の若造の俺だけじゃダメだそこで君に来てもらったんだよ年配でちゃんとした商売を持っていて分別くさい顔をしている君と一緒ならまさか気違い扱いもされまいだからねまず君に詳しい話をして納得させた上警察へというのが俺の段取りなんだよそうか なかなか順当に考えたな仕方がない一緒に行くことにしようそして私たちは所轄警察へ出かけていったのだが警察は最初は相手にしてくれなかったしかし坂巻が練れたものの言い方でゅ々として説いたので捜査主任もやっと腰を上げ妊婦を連れて現場へ出向くことになった そして現在の居住者の承諾を得て地下室を掘ってみたが人間の死体らしいものは何も現れなかったできるだけ深く広く掘り起こしたのだけれどもそれらしい形跡は少しもなかった私は胸をなで下ろすような残念なようなへんてこな気持ちを味わったがしかし深い疑念はまだ晴れなかった 二重底のトリックではなかったけれども美恵子の死体はどこかに隠されているに違いないと信じていた庭かか建物の壁の壁中かしかし建物を壊すわけにもいかないのでせめて庭だけでもと頼んだが警察はもう私たちの言うことを聞いてくれなかった同行してきた刑事は庭を一回り歩いてみてどこにも土を掘り起こした跡はないと言った 妊婦を床下に潜らせてもも見見たた。が、何の発見もできなかったしかし伊藤の突然の移転には何かしら怪しいところがあった現在の家屋の持ち主に聞いても近所の人たちや運送屋などを調べても伊藤の移転先は分からなかったあとで郵便局にも聞き合わせたが郵便物移送先の通知は来ていなかった 殺人が行われたかかどうかは別として、前後の事情がいかにも不審に思われたので警察も捨ててはおけず一応伊藤連太郎の行方捜査の手続きを取ったしかしそれきりであった伊藤の行方はいつまでも分からなかった空襲の被害が日に日にひどくなっている折から 警察は戦争に少しも関係のないこの小次元にいつまでもかかり合ってはいられなかった結局私たちの訴えはうやむやのうちに葬られてしまったのであるだが私の疑念は少しもうすらがなかった死体を隠したのが家の中でないとすれば川かもしれない海かもしれない山の中かもしれない いや、そんな遠いところを考えなくても地下室の人形事件の頃にはもう空襲が始まっていて東京の方々に爆撃による廃墟ができていたそれらの地域には建物の土台やレンガ造りの残骸が横たわり血は流れ人肉が飛び散っていたのだ死体を隠すにはなんと格好の場所ではなかったか 私はそれを確信していた伊藤は都を殺したに違いないのだ前後の事情がそれ以外の解釈を許さなかった伊藤の真理はそれ以外に解くことはできなかった私の直感とそして理論とがこの結論を疑いえないものにしていたその頃は 警察も国防に共本していた。スパイの摘発民進の安定被爆地帯の後始末闇売買の取り締まりやることは山のようにあった個人的犯罪の捜査がおろそかになるのはやむを得なかった新聞は戦時の個人的犯罪の現象を愛国心の表れとして謳歌していたが 犯罪が行われななかったのではない手が回らなくてそれが摘発されなかっただけのことだ伊藤は運が良かったのだ宇宙神秘教あれから四年が経過した戦争が終わってもう三年であった。 戦争の末期、私は東京にいたたまれなくなって田舎の母の家に逃げ出したがそこで招集を受け北市へ連れて行かれた3か月ほどで病気になって送還されたけれども私は外地の戦争を経験したのである軍隊での空気男がどんなに惨めなものだったかはまた別の話になる戦争は やっぱり人間を変えるものだ。それに母の家やわずかの蓄えも無に帰きし私は働かなければ食えない身の上になっていた敗戦の1年余りのち私は母を連れてバラックの東京へ出て職を求め三流新聞の記者に採用された一流子ではないところに帰って味があった私は 記者生活を面白がっていたその頃戦後の新興宗教というものが話題をにぎわせていたある日私は社会部長からそういう新興宗教の一つである宇宙神秘教本部の実相を探ることを命じられた私は写真館を連れて渋谷区御殿にあるその本部へ出かけて行った「本部が立派なのには驚いた」 湾曲した大げさな屋根の寺院と神殿等を混ぜ合わせたような本建築で本殿は50畳も敷ける広さ真っ白な木の香りと青畳の匂いがすがすがしかった受付係みたいな白衣の男に来意を告げるとまず本殿に案内された正面に一段高い上段の間というものがあってその境に 青々としたたがが下がっていた広間には100人以上の信者が座っていた水が上がって教師の顔を拝むのを待っているのだ老人が多かったが若い会社員風の男や立派な和装をした奥さんらしい人もいた老人の中には白い八字ひげを生やした旧将軍といった風格の人も見えた 私は写真班と並んでその最前列に座ったしばらくすると「シッ」という形質の声がして静かにミスが巻き上げられたミスの中には神官のような奇妙な衣装を着け冠をかぶった男と下げ髪の女がおひなさまのように並んで座っていた信者たちは 低く頭を下げて礼拝した。私はその二人の顔を一目見ると思わず立ち上がりそうになった男は伊藤連太郎女は宮子であったこの奇遇にそして死体となったはずの宮子がここに座っている不思議に私は 驚いても驚ききれない気持ちだっただがそれは白昼夢ではなかったみや子は替え玉ではなかった私は近々と彼女の顔を見ているのだ本物であることは彼女が私の顔に気づいた時の驚きの目遣いからもよく分かったその目遣いにはあらゆる複雑な意味がこもっていた 伊藤も目の隅で私を認めたが何食わぬ顔で平然としていた彼はそのくらいのことで驚きを表に表す男ではなかった後で教師とインタビューする手はずになっていたから伊藤に会って正せば分かることだがしかし私はそれまで待ちきれないで宮古が生きていた不思議について考え込んでしまった私の推理のどこに間違いがあったのかと それを掘り下げようとした。教師は低い重々しい声で説教を始めていた雄弁家の伊藤のことだからその説教は手に入ったものだった信者たちは時々深くうなずきながら感に耐えて聞き入っていた「宇宙神秘教」という苔脅しの新宗教の教養は「宇宙は神秘なり」 万物は神秘なり、人類は神秘なり個々人も神秘なり人々はこの意識せざる神秘力によって難問を解決し幸福を勝ち得万病を癒すことができる人々は固有の神秘力をいかに発現させるかを工夫しなければならない力を合わせて万人幸福の理想郷を作らなければならない その神秘力発動の手段を工夫し伝授し訓練し万人一体となって進むのが宇宙神秘教団である。だいたいそういう意味のものであったどこかに共産主義めいた匂いもあり一方では催眠術や心霊術ともつながっているような怪しげな教養であったそこには伊藤蓮太郎の大衆が感じられた 説教が済むと横手の襖が開いて見張りのことが広間に運び出されそれを並べて白衣に火の袴の感女のような3人の少女がその前に座ったそしてそのことを伴奏にして教団の歌の合唱が始まったのである教師も教師裏方も大きな口を開いてそれを歌った信者たちはうろ覚えなので 教師のバリトンと大浦様のソプラノの二重奏が広間を圧して操縦に響き渡ったそれが済んで信者たちが帰り始めると私は奥まった教師の居間へ案内された写真はそれまでに大体撮れていたので写真班を帰らせ私一人だけ残ったのだ今といっても一方に祭壇のある十畳の部屋で伊藤は 白リンズのふだん着に着替えて大きなちりめんの2枚座布団の上に澄ました顔で座っていた裏方の部屋は別にあるのか宮也子の姿は見えなかった弟子の白衣の若者がお茶とお菓子を運んできた伊藤はこのお方と内密のお話があるからしばらく遠ざかっていなさいふすまは開け放っておく方がよろしい 襖は開け払っておく方がよろしい。と言った。弟子が立ち去るのを待って、伊藤は二枚座布団の上に白リンズの裾をはだけて大網ぐらを置くんだ。新聞記者とは変わったことを始めたね。だが、お互いに変わったもんだな。打ち解けた口調だ。これも私には不に落ちなかった。 君とは知らないでインタビューにやってきたんだが君とわかれば話が違ってくるよ積もる話があるんだ私も4年前の恥ずかしさを忘れザックバランな口が聞けた君はあのの時、俺の殺人罪を想像したんだろう。伊藤はズバリと言ったその口調から私は夢が覚めたように全てを悟った じゃああれは君が作った嘘だったのかすると伊藤は昔ながらのメフィストの笑いを浮かべたおやおや君は今まであれを信じていたのかいおい伊藤君君は二重底三重底あまり底が深すぎるよそれがジョーカーの得意とするところだから仕方がないさ じゃあ全部お芝居だったのかたった一つのことを除いてはねあのことは俺もミヤコも失敗だった君たちの関係があそこまで行く必要はなかったその一歩手前でよかったのだそれでも俺が誤解をして復讐することは十分あり得るんだからねだがミヤコはあれ以来完全に俺に戻ってきた がさし,たんだよしかしあいつは今でも君に好意を持っている二度とあのしくじりをしない範囲でね私は打ちのめされたしかし伊藤が嘘をついて虚勢を張っているとは全く考えられなかったもし宮古が伊藤に反抗していれば自分を自分の替え玉に見せかける芝居など打てなかったはずだそれじゃあ あの替え玉に見せかけて2階の窓で手を振ったのもみやこさんのお芝居だったというのかうんあいつ案外お芝居が上手だった別人かなと思わせるような化粧をしてね世の中が激変を遂げた4年間がたっていた私はそれを聞いても今らみやこを憎む気にならなかっただがその時 一つの疑問が湧き上がききってきたすると三段返しのとてつもないジョークを君は最初から企んでいたのか宮和子さんを僕に接近させたのも宮和子さん自身が僕にああいう態度を見せたのも夫婦がグルになった企みだったのかさすがに私の言葉は激しくなった俺の一世一代の大ジョークだからね君はそういう相手としては。 っってこいの空気男だった偶然のことから君の方で接近してきた俺は君を教育したそして一歩一歩計画を進めていったそれがほとんど成功したのだこの大ジョークのためにはジョーカークラブの連中と絶交したり気に入っている家を安く手放したりすることは何でもなかった 真のジョーカーというものはビブリオマニアなんかと同じでジョークのためにはどんな犠牲だって払うのだよたった一つ残念なことがあったそれはこの大ジョークが世間全体を驚かすところまでいかなかったことだなぜかというと戦争中の忙しさで警察も新聞もあの殺人事件を取り上げてくれなかったことだよ それも無理はない。全てが状況判断で物的証拠が一つもなかったんだからね俺も一時は確証を残そうかと思った宮子と年頃や体格の似た女の死体を病院とか学校の解剖学教室から盗み出してきて宮子の着物を着せて埋めておくのだ顔や皮膚の特徴が分からなくなったから君たちに掘り出させるように仕組めばいいのだからね だが僕はそれはやらなかった死体泥棒の罪を着るのが嫌だった本当の罪を犯すことは絶対に避けたかったそれではせっかくのジョークが生えなくなってしまうからね平時だったら俺は警察におごれ結局捕まったことだろうしかし捕まっても少しも驚くことはない俺はジョークのほかには何にもやっていないんだからね 被害者と思われた都は俺のそばにいて仲良く暮らしているんだからね私は自分がもてあそばれたことも忘れてこのジョークの鬼の言葉にほとほと感じっていたあれが最初からたくらまれた複雑なジョークにすぎないことはもはや何の疑いもなかったそこへ次の間から畳触りの音がして が入ってきた。後ろに2人の日の墓場の彼女風の娘を従えその娘たちは一つずつ足つきの客禅を捧げていた都は無造作に髪を束ねて薄化粧をし普通の派手な和服に着替えていた彼女は私の前にきちんと座って両手をついて何も言わないで丁寧にお辞儀をした そして顔を上げたとき、その目の中に羞恥と謝罪の色がたゆたっていた。やっぱり美しかった。いつもは教師裏方の奇妙な普段着を着ているんだがね。今日は君が来たのでおめかしをしたんだよ。伊藤は意地の悪いことを言って私の顔をじろっと見た。だが彼に悪意のないことは分かっていた。 据えられた膳の上には酒の徳利がついていた。みやこはそれを取って2人に酌をした。ニコニコしていたが何も言わなかった。俺の収支は朱肉を禁じないからね。信者から人だるの鬼神もあるんだ。これはいい酒だよ。私は実に久しぶりに彼と酒を酌み交わした。 あの当時は幼衆ばかりだったが和衆の方が親しみが湧くものだそれで今は教祖様ってわけだね宇宙神秘教とはつけもつけたね酒が入って私は和やかな気分になっていた首上サイドにはこういう大げさな名前がいいんだ不思議なものでねこの教団は 日日に日に発展しつつあるんだよ信者はまだ5,000人ぐらいだが今に10万にはしてみせる支部も横浜から伊豆半島に5か所あるこれも全国に増やすつもりだよ俺は信者から鬼神を強制したりしないだがおさ銭が自然に集まるんだね俺は催眠術なんか使わないが 俺としばらく話していると反問がなくなるし病気も治るんだこっちが術をかけるわけじゃない向こうの気のせいで勝手に治るんだよ人と人との微妙な関係だね病気の治ったやつはうんとお礼を持ってくるその上に信者を勧誘してくれる一人病気を治すと平均100人の信者が増えるとみていいね 今では教団に相当の貯金ができているこれが拡張費になるんだ田舎の安い土地を買ってそこに神殿を建てる信者が集まってくる近所に商家ができる時価が上がるというわけでこの金儲けは無限だよ中には付近の時価の値上がりをあてにして神殿の敷地の寄進を申し出るやつもあるんだ 宇宙神秘教の前途は揚々たるもんだおっと君は新聞記者だったね無論こんなバカなこと書くんじゃないよよろしく提灯を持っておいてくれよ君も新聞屋なんかよしてこの教団に入らないか幹部にして勇退するぜ無論内幕なんて書かないよ昔のジョーカーのよしみだからな しかし教団に入ることは少し考えさせてくれひょっとしたら気が向くかもしれないんだがね何にしても君には兜を脱いだよプラクティカルジョークの鬼ペテンシの王様だね君はあの頃プラクティカルジョークと犯罪とはどっかで結びつくと言っていたそして君はそれを結びつけてみせた今度は ジョークが神に結びついたじゃないか。すべて一芸の極点は、神か悪魔に結びつくってわけだな。私たちは2時間余りも階級団にふけった。みやこははじめのうちまったく口をきかなかったが、二人がうにつれて少しずつ喋るようになった。しかし私には丁寧な言葉を使って、 昔のようなはすっぱな調子は一度も出さなかった夕方になって辞去したが帰り際に伊藤は報書に包んだ傘高いものを私のポケットに入れた後で開いてみると当時の金で10万円入っていた今の100万円に当たるだろう私は帰りの電車に揺られながら何度となくため息をついていた ああ、1階のプラクティカルジョーカーもついにここまで来たか彼の三段返しのトリックはこの4段返しに続いていたそれは神の道であった彼こそはこの道の天才だいや一種の超人でさえある それに反してこの私は彼にあれほどもてあそばれながらしかもなお彼に尊敬の念すら抱いている世にも哀れな空気男であった。